急にねやる場所変えたからねちょっと待っててねちょっと待っててよちょっと待っててすぐすぐすぐ準備するからちょっとえー、っとえー、っとよしよしこれでどうだ これで、あ、あ、なんか足りない。なんか足りない。あれあ えっ、ー、と…ちょっと待ってちょっと待ってえっ、ー、とねえっ、ー、とねこうでしょはいこうでしょいやちょっといやちょっとああもういいやこれでこれであっはいあこれでいいやえっ、ー、とあっ 何かが足りない。あこれが足りない,、はい。これだ。これ。これよし。これでいいんじゃないか。もういいや。あとは、あとはもう準備不足、しゃがないから、ちょっとこのまま行くわ。あ、はい。あ、マウスがない。マウスがない。マウスがない。ちょっと待って。<laughs> どうもこんにちはデミッコです、えーふはい、あ皆さんいらっしゃいませいやあのねトラブル地よりもねいつもと違う場所でちょっとやろうと急に決めてそれであの10分ぐらい前からバタバタし始めましてえっ、ー、とそんな感じでえっ、ー、と今日はリビングでやります。 はい。させ、させんバタバタしまして。はい。あ、皆さん、ちょっと、だーっと遡ると。えだいぶ、だいぶコメント入ってんな。はい。七色さんいらっしゃいます。え、京子さんいらっしゃいます。えー、ゆきびんさん、はい、ありがとうございます。リカさんありがとうございます。ムーヤーさん。マルゲリーゼさん。 バムズさん、ホーミッキーさん、スピネリさん、アスカさん、サトサトさん、えっと、田村さん、りょうこさん、トアバマさん、サッチンさん、カイルさん、ミポリンさん、えっと、スナメリさん、あれ、読んだっけパンコさん、アンドリーナさん、ノリちゃんさん、えー藤弘さん、えっと、リンゴリラさん、シマフランさん、えっと、チッピーさん、えーミクさん、アザズさん、えっと、アミヤさん、えっと、リッツさん、えっと、アークビさん、えーミーさん、ルークさん、 三大福さん、ハルリンさん、えー、スミチャピさん、セイコさん、えーとえーはい、クレヨンさん、チャルンさん、コウメさん、えー、皆さんいらっしゃいませはいモッピー,あー,モッピー、はい、ありがとうございます。はい、マノンさん、ありがとうございます。えー、スイタさん、ありがとうございます。ヤスさんプ、プチナミさん、はいはい、チェルチェルさん、ヒレコさん、ツブキッチさん、マナマユーさん、カミゴンさん、えーえー、タイさん、チ、えー、ッピーさん読んだような気がするよ。えーえー、これで一応、 お読みしましまたかねはいマスさんこんばんこばはいやあっっちっちあっち,っちいやあのね今日はあのねこう日本に持ってく毛糸のお姫ルメライブってことでね皆さんねあのいらっしゃいまして本当にありがとうございますへへでね自分のデスクでやろうと思ったんだけどいや場所がねえやと思っておっろげる場所がないと思って急遽キッチンでやることにしたのでなのでちょっとバタバタしました何でそんな直前にね直前に変えるんだっていう話なんですけど えーとちょ、ちょ、ちょっと水飲んでいいちょっと、ちょっと。えっ、ー、と、あら、くーゃんさんこんばんは。えー、まっさんこんばんは。あら、かよ、まえがわさん。はじめまして。はじめましての方いらっしゃいませ。どうも、こんにちは。はいはい、いらっしゃいませ。ねああ、きよみさんこんばんは。はい、ありがとうございます。いや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 、おっぴろげー。そう、おっぴろげーよ。ねおっぴろげ。 いやさ、それでさ、パソコン繋いで、さあやろうと思ったらさ、あの、パソコンの電源を旦那のあの、家人のね、パソコンのあの、電源使わせてもらおうかなと思ったら、うちの家人今日からいないんですよ、実は。今日から4日間。いつもの仕事でね、泊まりで。まあ近所にいるんですよ。車から、車で15分場所のぐらいの場所に、泊まりで仕事なんですけど、それ全部パソコン持ってっちゃったっていう話でね、<laughs> ないじゃんと思,と思って、しまったと思って。また自分の部屋に。はいはい、落ち着いてますよ。大丈夫、大丈夫。ふ じゃあ始めていきましょう。えーとですねなので今回まあえっ、ー、と購入品紹介っていう動画をね立て続けに3つほどやりましたけれどもそこでねいろいろ買いましたね私ねコットン糸だの、えー、ポチッとなーだの、あのー、ね買ってきましたけれどもはいでその中で、まあ、買ったものを、まあ、ほとんど日本に持っていくことになりそうですっていう形なので。 あうたんこんばんは。はい。で、それで、あ、ひろみさんこんばんは。はい。なので、えー、っと、いや、大豪邸ってっことないですよ。<laughs> 大豪邸ってっことはないですけど。はい。で、あの、皆さん、その、なんつうのあの、なんだ、購入品動画をね、見ていただいたと思うんですけれども、 まあ、もちろん今日出てくるやつはそこで全部映ったものになります。なりますけれども、一応だからコットン糸の組み合わせをね、ちょっと今日見ていただいて、こんな感じで組み合わせましたっていう感じでね。はい。なので、それであの、あの、ちょっと目星欲しいなと思っている方は、それで目星つけていただいて、これで、まあ、 ええと、臨戦態勢に入っていただければいいかな。わ <laughs> かんないですけど。はい。ね、全部売れてくれたらいいけど、私もちょっとわかんないんでね。はい。じゃ、ちょっととりあえず。単品、単品で持っていくもの、単品で売る予定のものをね、お,お出しする予定の。ものからお見せしていきたいと思いますよ。はい。はい。もうね、袋がいっぱい。袋がいっぱい。はい。なので、これは。この辺はだから、昨日一昨日。あれ、いつだけ。見せた。 この辺はもうだからもう結局全部この,この前買ったソックヤンねソックヤンからいきますよソックヤンこれは単品でみんな出しますむっちゃ欲しいんだっし、これむっちゃ欲しいねむっちゃ欲しいけどまあまた買いますよ私は買えるからねこれ日本で買えないからね日本で買えないからせっかくだから全部持ってってで私は私でこっちで買おうと思いますはいはいなのでこれ紫紫じゃないこれピンク系かな ね、ウォールビュットクイーンズタウンっていう75%、えー、とスーパー、えー、違うなスーパーじゃないな、えー、とシュウウォール、えー、なんだか分かんないけどウールね、はい、ウールでポリアミド 25%100m100g420m 違う違うっちゅうこのソックヤンね私がこの前ポチッとなしたビュッティネットっていうお店のオリジナルの毛糸のソックヤン はい、これかわいっすよね、ね、かわいいよねこれ、ね、はあ、むっちゃかわいいと思って、で、他にもいろいろ本当にいっぱいいろんな種類のあのソックヤンがあるんだけど、私はこれが一番かわいいと思ってそれで買ったのね。 で他にもねなんかクリスマスカラーみたいなやつとかで、ね、そういうなんかシリーズ,シリーズじゃないけどそう同系統の色をこうまとめてこう3種類違う糸とかそういう組み合わせもあったりとかでだから優しい色が結構多いからあなは、ね、はいいしまたなのでなんかうーんまあいろいろちょっと使ってみてで優しいカラーが好きな人なんか本ほんとむっちゃ欲しくなるようなちょっと。 あれかなっていう感じですね。うん、あのー、あのー、あれです。ケイト。うん。なので、まあ折を見てね、私も自分で買って使ってみて、でまたね欲しいなっていうご希望があれば、また次のね帰国の時にでもねまたごっそり買って行ってもいいかなという感じですね。はい、日本でね手に入らないの使ってみたいよね。殺到したら抽選ですか？いやいやいや、あのねメルカリであのー、出しますんで。 早いもん勝ちです。はい。早いもん勝ちです。はい。とままさん、デミコさんと好み一緒だからどれもドンピッシャー。あ、そうっすか。ありがとうございますね。テンバイヤーは締め出してほしい。ね。テンバイヤーでね、でも分かんないよね。ね。分かんないけど、ね、クローズで売るってこともできないじゃないですか。だから、オープンで売るしかないんだけど、これはだからね、予定としてはね、大体、まあ、計算して、 えーと日本円でね多分ねあの他のソックヤンよりも相当や相当うかねそこそこ安く出せると思いますよ。うん、だってこれ3つでまとめてこっちの値段で16ユーロぐらいだから言ったら1個555ユーロちょいぐらいだからね。うん、そして多分ねまあう 高くても 1, まあ 1, 円いかないぐらいじゃない、うん、結構安くいけると思いますよこれは、うん、お安めに他のソックヤーよりはお安めにいけると思いますはいなので3色こちらねえっ、ー、と75%のウール25%のポリアミドが赤系とブルー系と紫系これ紫っちゅうことで出しますけどむっちゃかわいいこれほんとむっちゃかわい紫可愛い紫超かわいい紫好きだからさねこれまだ3つまずこれ 1> は1個1個出しますよ1個1個ね1個1個ですよはい1個1個出しますはいでもう1個の方ねもう1種類の方ねこれこのなんかサーモンみたいな色とブルーとでこっちがなんか元気カラーのねビタミンカラーみたいな感じですけどこちらはウォルビュット。 えー、サンライズっていうやつで50パーあ60%ウール25%はビスコスビスコスって04みたいなやつね15%ポリアミドっていうソックヤーンですねはいでえー、っと一つ私あのー、あれですねあのー、試作しましたね試作っていうか試し編みちょっと待ってくださいねあそこにあんねんはい試し編みした靴下完成しましたはい 今朝今朝型完成しました。はい。でこんな感じのあれになります。まだ全然あの今朝完成したばっかなんでねあれなんですけど、はい。ねこんな感じの色になります。これもなかなか可愛いと思いますよ。はいはい。でこれはもうずっと普通にメリヤスで編んでここはえーっと一目ゴム編みでまあ裏ねじってありますけどねねじり一目ゴム編みでう裏だけこうねじってる感じなんですけど。 でここは伸びる伏せ止めしてあって、まあ、結構余裕で足の太い人でも OK よみたいなこう私私何つったらいいのかなこれ私が履く感じで編んでるんで足の細い人には向かないかもしれません <laughs> はいなのでえっとあれなんですけどこれもね一応だからこの仲間っていうことでこれも出品しますはい靴下出品します あの手編みで私の,あの足のなんていうのかな感じに合わせて作ってるからそれご了承の上であればこれ欲しいっていう人がいればポチッとなしてみてくださいはい靴下私の編んだ、えー、と靴下つま先はまん丸靴下あまん丸つま先のかかとは、えー、とシャドーラップそしてここが一目ゴム編みねじりゴム編みのここが伸びる伏せ止めっていう形で編んであるものですはい。 でこれボヨボヨしてる感じするけどこれをもともとこっちがね細いんで、えー、何入れても結構ボヨボヨしますはいこんな感じのできでき出来上がり感ですはいもし欲しい人がいたらこのね靴下ポチッとなしてみてくださいねはいこれ一緒に持ってきますからこいつらとね一緒にあこいつは持ってきませんけどね多分ねはいということでこちら2つねこんな色のやつを1種類ずつこれも別売りで1個ずつ出す予定でございます2 3ンチですか私の足のの足サイズはセンチなのでおそらく うんとね、えっ、ー、とね、この、このなんつうの、履いてない、この、この感じで、だいたい、今ね、二十一あちょっと待って、えっ、ー、と、三点五とか二十二センチぐらいなんですよ。うん。だから、えっ、ー、と、二十一から、一点五から二十二センチぐらいのサイズで、えっ、ー、と、作ってるんで、二十三ぐらいから二24.5ぐらいまでいけるんじゃないかなと思います。はい、多分。 多分ね。まあ23.5。24までだったらいけると思う。4.5はちょっとあれか。ね。だから22.5、23か。23、24ぐらいの人だったら多分問題なく普通に履けると思います。まあでも伸びるんで、うん、伸びるんでね。ちっちゃい人はちょっとね、ダバダバしちゃうからあれだけど、おっきい人だったら24、24までは確実。24.5はちょっとわかんないけどね。まあそんな感じです。はい。で、これは単,単品で。 売りますチッピーさんは私でかいから履けない。え、そんなにでかいのはい。<laughs> そんなにでかいの二十六かそこまでいかないか。さすがに。はい。はい。え、おまとめ梱包対応はしませんよね。うん。単品で出すからね。おまとめはね、ちょっとね、できないかもな。そんな技術、えー、持ってる人いるメルカリで別々に出して、えっ、ー、と、くるって。 えーと一応だからね対応としてはほらあのー、なんだ住所分かんなくてもいけるっていう方法でお、あのー、送るつもりだからさうんはいえーとどれも欲しいですが欲しいもの一点決め,て決めでないと購入難しいですねいや あのー、ああ別にい,いいっすよあの全部 <laughs> あのどれもポチッとなしていただいてもいいんですけど、うん、でも別個に全部ね送料がまあ、送料は私があの一応まあ込みってことになりますけれども、はい、一応だからそんな感じになりますけれどもでも、うん、あのギリギリの値段でやってますから、ええ、あの結構安くう私できますからねけど、ねうんうんうん、結局 えそうだほかのとあんまり変わんないかでもねうんまあ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 はいチッピンさん26ぐらいあっでかいっすねでかいねはいはいじゃあ前回のえっ、ー、とその前えー、とっとそくやねそれ以外のそくやんはいねっ復習でございますスペルはフェアアイルのこちらのこの これもいい色だよねなんかねこれね私すごいいいなと思ってパッとさ写真で見た時はさ変な色って思ったんだけど編んだ後のさ色見るとさえ面白いと思ってねこれフェアエェルねこっちえっ、ー、とだからこっちはオレンジってことにしようかなオレンジこっちが紫そしてこっちがブルーみたいな感じでいこうかなねこんな感じのこちらでも日本でも手に入ると思うんで。 探していただければまあもちろん日本でも手に入るはずなんですけど <laughs> まあそれでも私がねちょっと触ってみたかったっていうのもあってそう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 ねっ欲,欲しいなーって私も欲しいなと思う系統なんで、まあ、ちょっとえっ、ー、とまあ並行輸入ということでねまあ普通にネットで出てるやつよりは、まあ、若干じゃ、まあ、ほんの鼻くそ程度、えー、と安く出せるかなみたいな <laughs> そんな感じはい。 おまとめなしの方が多数の方にお届けできますもんね。うん、そうなんですよ。なんかね。あのー、やっぱりなんかこうまとめちゃうと、その分パッケージが少なくなるでしょで。やっぱりなるべく多くの人にこうえっ、ー、とお届けしたいかなと思って。希望する人がいっぱいいるんであればね。うんだからそうそう思って。 一人一点って、あのね、一人一点でしか、えっと、頼まないでくださいっていうことはないです。まあ、争奪戦みたい、争奪戦みたいな感じでね、もうね、あの、ポチポチポチって、あのー、やってもいいんですけど、ただやっぱりね、ちょっとその辺は考えてね、全部行くぞつって、これ5個一個いっぺんにね、一人がガーって買うつのもね、ほら、ちょっとあれだからさ、ね、その辺はちょっと考えていただいて、あのー、まあ、基本的にはだから、ソックヤンは、 一個ずつ出すんで。はい。なのでみんなめぼしいもの、目つけたら、えー、っと、はい、あの、チェックして。まあ一応出すときにはね、あの予告しますんで、はい。予告しますんで、何時に出品しますみたいな。うん。やりますんで。いつ出店ですかわかんない。<laughs> 一応帰ってすぐ、あの、帰ってすぐに、えっと、アカウントは取ります。はい。こっちからじゃ作れないんですよ。 日本の国内でじゃないと作れないんで、なので、えっと、日本に帰ってからアカウントを作って、手,手続きとかいろいろね、登録して、で、出せる状態になったら、もちろんお知らせして、で、何月何日何時に、えっと、何の毛糸出します、いくつ出します、みたいな感じでやると思うんで、はい。先着順なの先着順じゃないやっぱりメルカリって。うん。ポチッとなして買うっつって、 一番最初の人じゃないの。私もだって買ったことないから分かんないけど。ね。うん。はい。基本的には出す時間帯はねあの、昼間にはしません。あの、夜。うん。私もメルカリしたことないです。はい。なので、いまち分かりませんが、今学んでます。はい。やり方だけ。はい。あの、出店する時間は基本的には夜にしますんで、じゃないとね、ほら、ちょっと、昼間仕事の人とかだと、ちょっと、無理っぽじゃん、そんなの。うん。 ねなので一応ね時間的にはね夜のうんまあ9時とかそのぐらいじゃない8時9時とかそういう時間帯に一応こう出す感じになると思いますはいはいはいじゃこれねそっくやんこんな感じですはいで次次なんですけどえっ、ー、とねこれから行こうか次コットン4つ はい、ちょっとねっこれこれリゴデザインのリコルミ出すよーっつってねでそれであのまずはこっちのカラーの方ちょっと見づらいからねこのこのカラーのやつ2組買ったやつこれ結局2組出します。はい、まあ、メルカリできないよー。 えー、メルカリ頑張ってやってみてやり方分からない私もわら分かんないよ、うん、分かんないけどでも、うん、と,とりあえずアカウント作ってでえっとあれじゃない、あのー、私がどこどこでメルカリでやってるってリンクでも貼ってさ、ね、おいでそこ飛んでもらってみてっていう感じになると思うんですけどプロフィール名を えー、教えいただく時間はありますかまずは探すとこからだわうんだからプロフィール名とか全部あの教えるんで、えー、今まだまあでもプロフィール名っていうか名前はデミコのままでやると思うんで、はい、とにかくまだ登録してないんで私登録できないんで海外からだとはい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 でこれねリコルミのえー、っとこの この色のやつ。これはもう4つずつ、こう1組ずつね、別の色で、これ2名様ですね、これでね。はい。これで1パックずつこう出します。はい。こちらは普通のコットン糸で、はい。えー、っと、またこれ見えないんですけどよ。<laughs> これ見えないんすよ。100パーコットンで、えー、これは25グラムのやつだよね。25グラムで、57. 5五十七7 5メートル、3から4ミ、mm、リ。 というまあごくごく一般的なあのー、コットン糸ですねまあちょっとしたものを編んだり何かと合わせたり日本で売ってるコットン糸も大体このぐらいのやつだと思うんでまあそういったものと合わせられるかなと思ってはいあそうそうメルカリのやり方ね YouTube とかでも、あのー、出てるんではい私もだって私も使ったことないかわかんないけど一生懸命やってんのよ、うん、だからみんな頑張って <laughs> うん、えまず、いくらいく何これ、いくらよ、1、10、100、1000、万、10万、100万、100万、100万それ、え違うな、もっとか、えっ、100万か。とか、高額つけて、事前にアップしてくださいましたら、目星つけられるのですが、時間になったら、少しずつ正しい価格に変更する感じ、あのそんなめんどくさいことしません、そ、はい、んなめんどくさいことしませんでもう、しょっぱなから普通に出します。はい サーセン <laughs> それはすいません本当に <laughs> 私も使い慣れてないんでうんなので面倒くさいことちょっとできないんでもういきなり最初から普通に出しますはいはいだってあれでしょあのー、みんなに見えるようにした時点でもう売り出してるってことだよねうんはいそんな感じになるんではい「こといとト素敵ありがとうございます由美さんはいうん」 というわけで、じゃあ、こといとまず、じゃあ、ここから始めたら、次は当然、もう一個の方のリコルミいきますね。はい、これと。よっとはい。これちょっとね、もう、ちょっと、組んであるんですけど、ちょっと、番号、番号。番号で組んであるね。はい。えーとですね、リコルミの組み合わせ、どうしたかっていう話ですわね。はい。こちらですね。はい。こちら、ドーンとありますけど、まあ、ちょっと、ちょっと、これ、ごめん。 イケアの袋に入れたんだ今ねイケアの袋に入れたんですけどこちらのリコルミ全部で、えー、12色12色ございますはい12色ございますけれどもこれを2つずつ組みにいたしましたはい皆さん目星つけてくださいよ自分の欲しいのねそれとそれくっつけてとか言わないでくださいねもう決めましたからはい決めましたはいまずはこの2つの組み合わせですこうですねはいだよねいいんだよねちょっと待って 私だったらこう組み合わせるっていう組みなんでねちょっと待ってね番号何番これ番号8番と11番8番と11番あオッケーオッケーオッケーはいこうですはいこうこの組み合わせそして次がはいこの組み合わせ茶色っぽいのと緑ピンク黄色はい次うん デミコさんのなら早くアカウント見つけないとすぐ売れてしまうだらみんなそんなこと言ってさあ,ご,ささ <laughs> あてごそっと余ったらさ私泣くよそんなこと言ってごそっと余ったらおいら泣くであ縦にしようこう縦にしようねこうしてはいこう次こう縦ね縦ね組縦で次白と白っぽいこうベージュっつうのかなこのグレーっちゅうのかと紫はい。 私だったららこう組み合わせるの色ですからねなのであれとあれにしてとかなしよはいピン,ピンク系こうこうねこういう感じと黄色かわいいねこの組み合わせかわいいねはいえ余るわけないそうかなはいでこれ,これが私の好きなまたこういった色にえブルーはいちょっと待ってちょっとちょっとどこが見やすいの いいまいち入りきんないね。まあ、縦だと思って、縦だと思って、ぎゅっと置いちゃうけど、はい。はい。そして、そして、この薄ピンク、モーブか。ね、モーブに、この、こういう感じの色。これを組み合わせました。はい。え、振り込みよりカード決済のみで購入してが良いと思います。振り込,込まれるのか、何日か、振り込まれるのか、何日回ってる人ですから。はい。カードね、そうだね、カード決済。それね、ちょっとね、そう、どうしようかなと。 思ったんだよね。うん。やっぱ振り込みよりカード決済の方がいいよね。どう考えてもね。ということで、カード決済にしようかな。基本ね。カード。あと何、何ペイパルとか私、ペイペイは使ってないんで。はい。ペイパルもな、ちょっとね、私、ペイパルの紐付けがこっちの銀行だから、こっちの銀行っつうのは、ちょっとやばいんで、やばいっつうのは、あれなんだよ。入金されるとね、すぐばれっから。<laughs> 困っちゃうんだよ。それだと。はい。カード決済がいいかな。やっぱりね。 うんはい、はいはいはいでえっ、ー、とですねなのでこれはこんな感じの組み合わせにしました縦のねこういう組み合わせではいどうっす皆さん即約狙ってますはい即約狙ってください銀行振込はゆうちょとかゆう悠長いやちょ待ってえっ、ー、とねいや カードかペイかコンビニ払いだね。コンビニ払いになるとどうなるのそれ？どこも払いはできますか？分かりません。うん。まあ、とにかく振り込み方法はでもそれでもあのやっぱりカードだけだとねえ買えない人もいるかもしれないからと思ってなるべくね広げたいけどでもいっぱいはちょっとあれかな何でもかんでもっていうのはちょっとあれなんで多分銀行振り込み と、えー、カードかな、やっぱり。コンビニで振り込んでもらうのをひたすら待つ感じ。コンビニ払い。あ、コンビニ払いがいいのかな。どうなんだろう。コンビニ払いだと手数料かかる。ふーん、そっか。でも今、銀行の振り込みとかでも結構手数料かかんないよくわかんないんだけどさ。うん。まあ、ちょっとその辺も調べてみます。まだそこはわかんないです。 とりあえず使えるのはカード決済です。今んとこ。でも、それだけじゃないと思います。ほかにももちろん。ね、コンビニ、でも、コンビニ、コンビニ支払い方法の指定はできないと思います。じゃあ、あれなのね、こっちが指定はできないのね。全部向こうで、そのメルカリで払える方式だったら、何でも OK 的な感じになるのね。でも、そうすると、何支払いがあ入ってきた、完了したつったら送るっていう感じか。どんな感じ 期日があるから大丈夫。払わなければ発送画面が出ないからトラブルにはならないと思う。うんなるほどね。はいはいはい。わかりました、はい。まあまあ、でもその辺ちょっとちゃんと調べますんで、もちろん。はい。はい、まあ、あれじゃない登録して販売する側はあれじゃない、あのー、登録を、あのー、する時点でそういうのはいろいろ多分わかると思うんで。私、登録画面に進めないもんでさ、中身が全然わかんないんですよ。うん なのではい、出品者は支払い方法を指定しませんよ。はい、わかりました。ってことは、まあ、じゃあ、支払いが済むとお知らせが来ますっちゅうことなので、それで発送すればいいっちゅうことですね。はい、OK です。なんせメルカリやったことないんで、買ったこともなければね。うん、なので、はい。わかりました。ありがとうございます、情報。はい。じゃあ、そんな感じでやっていきたいと思いますよ。はい。はい、で、ここまでが、こう、いろいろね、ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃとは言わんけれども、ちょっと、ちょっと、ちょっと休憩、ちょっと休憩中か、水。 コンビニ払いでお願いします。いや、そあれじゃね、そしたら買う人があれでしょ選ぶんでしょ、支払い方法を。うんはい、まあ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 、そういう感じですね。うんはい、まあとにかくね、でもメルカリのアカウントを取ったら、それはちゃんと皆さんにあの言いますんで、はい、大丈夫ですよ。はい、心配しないでくださいね。皆さんやってるから、きっと大丈夫だと思うから。さあさて、さて大量のコポイントやるか、これからね。はい よしじゃあまずどれからいこうかないっぱいねじゃあまずコットン糸のグラデーショングラデーションからいきますはいえっ、ー、とグラデーショングラデーションどこからいこうはいよっ コットン糸の方はどうしてもその何ていうのかなグラデーション的に5色入れるとちょっとこいつが変みたいなやつとかがあったりとかしてなのであの4色4色の方がいいなっていうのもあるので4色しか入れてないものと。 あとああ5色あっても綺麗だなーっていうのは5色だったりします。はい、まあでもとにかくちょっと今全部いきますね。最初4色。4色のやつからいこうかな。これ5色。これも5。5。5。5。444。どこで、はい。えっ、ー、とね4色はね結構あれです。 紫系がね、なんか4色が多いんだな。で、ちょっと袋に入ってて見づらいから、ちょっと見やすいように入れ直そう。はい。まあ、とにかく、えー、駅舎の袋ですいません。はい。はい。で、まず紫。濃いめの、ちょっとブルー系紫。こんな感じで4色入ってございます。こちらがちょっと、あの、赤っぽい色になってるんですが、グラデーションで、こう、なんていうのかな。こう、 ななんていうのかなここで締めるっていうこの私もこれこのパターン好きなんですけどこんな感じではいあのー、何紫4色こういう感じでねこれが一つ紫系そしてピンク系ピンク系がございますえアカウント名だけだと探せないから何か出品物の商品名を教えていただいて。 ああ、るる程度皆様がフォローできるまでできましいですねあ大丈夫ですよあのアカウントを作ってそのまま出品するってことはないんではいはい紫次ピンクピンクがこ,あこ,うこういう方向がいいかでピンクがこんな感じピンクこっちもエンジですねこれとこれ同じかな同じだったかな394あ同じですねはいこれだからどっちでも使えるんですよ結構ねこの色はどっちでも使えるこれピンク こんな感じのグラデーション、ピンピ、はい、で次、ね、同系色をちょっとまとめてみましたけれどもこちらがはいはいモーブな感じこれもまた同じじゃない ?390 円ほらねこの,この色って結構使えてこれね全部同じなんですよ実はこれ。 全部同じでもモーブ系ピンク系紫系全部に使えるっていうねすごく使い勝手のいい色なんですけど出、はい、たデミコさんがいつも使ってる糸ぜひこれが欲しい何色でもいい <laughs> そうなんだ佐藤佐藤さんメルカリも登録してないし支払い方法もちんぷんかんぷんだけどライブを勝手に妄想して楽しむあたりい,やいいんじゃないですかはい、はい、ね トのグラデイであそうそうでカトナをねあのご購入される方でねもしね私がやってるように白と組み合わせたいっていうことあるかと思います。であえてなぜ白を入れてないかっていうと白とか例えば黒とかねベースの色で使おうって言った時にさ量がさやっぱりさなんていうのかなうんとこれで使おうと思ったらやっぱり大きいサイズが必要になってきちゃうんだよね。うん なので白とか黒とかっていうのはもう色は基本的にはねどこでも見つかる色だと思うので日本で近いコットン糸っていうのを、まあ、手に入ると思いますのでそれと組み合わせていただくっていう感じになりますかねうんなのであえて白と黒は入れてませんどこでも手に入る色だと思うので、はい、なのでこんな感じでとりあえず紫系と言いますかピンク系と言いますか4色のやつが3つございますはい。 こはい、ね、123とこんな感じで3つありますはい次次デミコさんこれ準備したのめちゃくちゃめちゃくちゃ大変あのね組み合わせ考えるの結構なんだろう,うんパパッと決めるところはパパッと決まるの私的にはもう決まってる組み合わせがあるからねでもそうじゃないやつはうーんどっちがいいだろうってこう あの何、ー、ていうのすごいなんだろうな迷うねどっちにしようとほんの違うほんのちょっとだけ違う色とかでもあるじゃないここってかとなってでそれどっち入れようっていうのはすっごい迷ったりするはいでも編み図の販売ってさなんかちゃんと書いてさ何 PDF とかにすればいいの編み図だけなんか説明書けとか言われると書けないんだけど私。 図案だけだったらいいんだけど、うん、PDF でねとかっていう話でしょまあでもそれが私にできるのかどうかそんな技術があるのかどうかちょっとわからないんですけどはい次あ次ブルー系いきますブルー系ちょっとわかりやすい方にちょっと紙を入れといてブルー系ねブルー系第一つ 第弾ブルー系第1段はい普通のブルーですブルーこれ5ここからはね5玉ずつになりますんでねはいこれブルー系ですはい普通のブルーですこれ薄いやつちょい濃いやつ普通に濃いやつ濃いってか普通のやつでこれがエ,エレクトリックブルーってやつですけどでこれがブルーマリンってフランス語だとブルーマリンっていうけど深い色でこれブルーでございますはいん 私もポチリ争奪戦に自信ないけどチャレンジして楽しみます書いたらラッキーそうそうそう,そう書いたらラッキーその組み合わせるのが楽しいのよそうなんですよ組み合わせるのも楽しいんですけど妄想の世界だもんねはっきり言ってねうんはい妄想の世界ですから組み合わせてどう色を入れていくかって、うん、決まるまで結構時間かかるんだけどね自分実際編む時はねはい、はい、でもう一つのブルー系はい タイトルはねまだ決めてないんですけど青は青でこちらは多分おそらくターコイズっていう感じで出すかなこんな感じはいね2種類こうかこうした方が分かりやすいかなはいねこことここは同じ色なんですでもこっから変わってくんですね色がね、はい、でこっちはターコイズ系ででこっち深緑ですけどどっちかっつったら緑うんと緑とブルーの間のちょっと緑がかったブルーでも緑に置いとくとブルーっぽいみたいな 深緑ですねちょっと夏たらいいんだろうねこういうの深緑っていわゆるやつですけど言うやつですけどはいはいなのでこんな感じで2種類のブルーがございますはいお好みは皆様どちらでしょうか私はえと両方好きですけど、えー、とどっちが本当に好きかって言われたらうんターコイズかねやっぱり <laughs> ターコイズ大好きですからはいでここまで来たので一緒にこれもジャン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 何つったかなグラデーションでこっちもいきますかじゃあねブルーブルー 緑系ですす緑緑系緑系いきますでこちらがエメラルドグリーン系ということでこんな感じでご用意いたしましたはいね薄いねちょっと濃いエメラルドでジャッドかなこれがジャッドで深緑でもっと濃いなんつったらいいんだろうね灰色がかったようなもっと濃い色の緑はいん何 どれも良いあら、嬉しいわ。言ってくれて、嬉しいわ。すごい倍率になりそう。まずメルカリの勉強。本当そう私でさえメルカリ勉強しなきゃいけないんだから、これから。レ <laughs> ミコさん、あら、しみちゃん。えっ、ー、と、こんなにたくさんどうやって持って帰ってくるのそれをそこだよね。うん、すっごい考えてるよ。むっちゃ考えてる。あまあ、最終的には掃除機かな。やっぱり、掃除機でシューッとあーやるかな、みたいな <laughs> 感じですけど。まあ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 、大丈夫です。大丈夫。なんとかなります。はい。 あの一応あれですから、あの預けに入れられる、えっとえっと、荷物は2つ、23キロが2つなんで、はい、大丈夫です、はいはい。で、次、次、もうちょっと、えっ、ー、と、普通のグリーンっぽい感じ、はい、グリーンっぽい感じですよ、はい。普通のグリーンっぽい感じが、こちらでございます、はいね。ちょっとオリーブっぽい色も入っていながら、わ、ま、り、あ、と普通の緑。 みたいな色ですね。この色もね、この色合わせも結構いいと思うんだよね。うん、割と、はい。これいい。トントンさん、あと遅刻こんばんは、はい。遅刻こんばんは、ありがとうございます。これ本当に緑っぽいでしょ。なんとなく普通の緑っぽい感じのね、組み合わせ。こんなのもご用意しました。はい。はい、次。もう一種類緑がございます。はい。もう一種類の緑。えー、皆さん私のことを。 よく分かっていればもう一つはどんな緑かご想像に固くないと思いますが、はい、ちょっと袋が違うんでね、はい、こちらでございますはいオリーブ系でございますはいねこっちちょっと緑がかったようなちょっと薄い黄色といつも使う緑と,、えー、とこっちねえっ、ー、となんだっけこれがライムジュースライムえっ、ー、となんだっけこれがなんちゃら。 なんだっけこれオリーブ系のやつだけどなんて名前だか忘れちゃったでこれがディープオリーブってやつですねはいこれこれこれこ,れこの組み合わせむっちゃ好きこれこれははっきり言ってデミコの組み合わせですよでデミコカラーです完全なるデミコカラーはいねこちらオリーブでございますよはいそれ以外に何かあったかなグラデーションはグラデーションはもうそんな感じかなあグラデーションはそんな感じですねはい グラデーションはこんな感じでございます。はい。大体私はね、寒色系が好きなのでね、どっちかって言ったらなんとなく寒色系が多くなりましたね。ね、茶系とかも考えたんだけど、まあ、茶色も好きな人いるかもしんないかもしんないんだけども、なんかね、ちょっと、組んでて、うんって、うんっていう感じで、私的にはちょっとね、パッとしなかったんだよね。うん、そう、はい。 衣装デミコカラーですこれ、はい、デミコさんが触った糸に触りたい。何だ、そりゃ。つ <laughs> ば <laughs> でもつけとくか、ペッペッペッ,ペッって <laughs>、はい。あ、ゆみさん、うわ、今気がついた。最初から見たかった。いやじゃあ、あれだよ。アーカイブ見てください。はい。そうですね、はい。はい。ロンさん、デミコカラーが刺さります。ありがとうございます。ぐさ、はい。はい。では、これ完全私のデミコカラー。はい、というわけでこれ、こんな感じで緑は。 緑、緑ブルー、やっぱそうだね、紫、まあ、そのあたりだよね、私が好きな色だもんね。さあ、じゃあ次、まだあるよ。まだあるよ。でも、はっきり言ってさ、こんなにさ、あのー、いっぱい持ってくってさ、なんか、結構あれだよね、うーん、1個、スーツケース、1個分ぐらいになりそうな感じもしないでもないけど、まあ大丈夫か、うん大丈夫だ 1>、うん、1個もいかない、大丈夫。 はい、次。次。お待たせいたしました。えっ、ー、とですね、まずは、残りの分は、えっ、ー、と、あこれ6個。6個のやつを先に見せちゃいましょうね。6個のやつ。はい。六個のやつ。これはですね、まあ、こういうのが好きな人もいるんじゃないかと思いまして、えっ、ー、と、まずは、こちら。カラフルレインボー。ということで。 6色ですけど今流行りの LGBT のような,あのな,んなんですかそっち系の,あの旗のね色ですわ完全に、はい、カラフルレインボーっていうことでレインボーカラーを揃えましたはい今流行りでございます <laughs> 何が流行りだってねはい、流行りですはい、はい、え何布団圧縮パックみたいなフランスにもあるよあるようんあるある普通にあるでも私日本から買ってって、あのー、なんだっけ あの持ってって使ってるやつがまだあるんで全然日本からのやつもあります私前回だって日本に帰った時に、えっと、借金で買った毛糸をぶっ潰して帰ってきましたからね、はい、呼び捨ていや気にしないでください大丈夫ですはいねこれカラフルいいんじゃないこれレインボーカラー7色さんどうよまあ6色しかないけど六色しかないけどはい、はい、これはレインボーカラーですカラフルレインボーカラーはいもう一つございますもちろんでございます レインボーカラーもう一つこちらでございます、はい、こちらいこちらのレインボーカラーはパステルレインボーカラーということでこんな感じで2色のレインボーカラーをご用意いたしましたなんかのあれだねあれみたいだねあの、通販みたいだね、はい、まあ、通販みたいなもんだけどはい こっちカラフルカラフルじゃないこっちカラフルレインボーカラーこっちらパステルレインボーカラーでございますはいねこれもなかなかいいんじゃないかなと思いますよはいねちょっとちょっと全部映ってるあピンクねオレンジ黄色緑青紫ねこっちは赤オレンジ黄色緑青紫ねはいこういう感じで二種類ご用意いたしましたはい倍率やばそううん娘と友達のメリカリでポチってポチっとしてもらおうかなね 周りでやってる人がいたらもう頼んでっていう方法もございますけれどもねはい、はい、悩む <laughs> 悩むねいろいろ買っちゃってすっごい買っちゃってもう大変あみあみ猫母さん長男に呼び出されたんで落ちますまたにゃーまたねーはいはいまあリンボーカラー6色でございますはいはいねこれ2種類リンボーカラー2種類でございますはいで次ですはいまあ最後最後っていうか、まあ、最後に えっとですねこっからはねちょっと一つ私がどうも決めあぐんでてでこれ買う人いるかなでも買ってくれたら嬉しいなっちゅう組み合わせが1組ございます。これははっきり言ってね申し訳ないんですけどねまああまりとは言いません。で組もうと思っていたものとやっぱりちょっと違わない色の組み合わせがなと思って。 で避けていたものをまあ自分でも使っても良かったんですけど、もし使いたいっていう人がいたらなと思ったので、ちょっと一つ組んだ色がございます。暖色系でですね、えっ、ー、と組んだんですけど、デミコアソートということで、これ番外編デミコアソートなんですけど、ねこのちょっとこんな感じの色の もあるんですよでこれ欲しい人いたら出そうかなと思うんですけどこう茶色2種類とこのえっと色とこれがチェリーだったかなでこれピンクでこれがえっとコーラルみたいな感じの色なんですけどもしこの組み合わせが欲しい人がいたら出します欲しいっていう人がいたら欲しい欲しいあら欲しいあら欲しいあら良いあらいあいいあそうあじゃあ欲しそうな人がいれば出しますんでじゃあこれも出そうかなじゃあね うん。デミコアソート。これ番外編ですよ。言ったけど。デミコアソート、番外編。ということはですね。えー、普通のデミコアソートがこれ以外にあるわけですけど、これから出しますけどね。あ、そう。あ、そう。あ、欲しい。あ、欲しいってい人いますかじゃあ、じゃ出しますね。これも持ってきますね。うん、はい。欲しいって人がいたら持ってこうと思ってたんで。じゃあこれデミコアソート、あの番外編っていうことでね。ということで、これからデミコアソート。完全なるデミコアソート。デミコカラーを、えっと、何種類か。 何種類しても3種類ですけどこれで最後ですけどね3種類ご用意いたしました、はい、まずは私の、えー「元気カラー系」これもまた同じような色になってるのが面白いんだけどさ私的にはさ元気カラー系のデミコアソートカラーでございますはい、はい、元気な時のデミコアソートナンバーワンこれです、はい、薄い紫 でこうちょっとターコイズっぽいなんつったらいいんだろうねこれねで,でこれいつもの緑ですよ私の大好きなそして紫そしてオレンジ熊助さんこんばんはいらっしゃいませはいこれ私の元気な時のデミコアソート「元気から」でございますはいこれこれデミコアソート1でございますはい良い良い い欲しい欲しい <laughs> いい感じでしょね次まあノーマルノーマル時ねノーマル時のデリコアソートこれノーマルですもう一目瞭然だと思いますよでも私の趣味が本当にもう似通ってるんだからさ これノーマル字のデミコカラーねこれどこは違うんだっていう気もしないでもないけどほんのり違いますんでね皆さんねこれこれノーマル字これ元気元気な時これノーマル字ノーマル <laughs> ノーマルちょっとこの色がやっぱりちょっと違うよね色がねでこれシャンパーニー私の好きな色じゃんでこれ茶色の私の好きな色ででこれがやっぱりえっ、ー、と何つったあのターコイズの薄い色の好きなやつででこれは緑の薄い色の好きなやつでねこれん サッチンさん日本では手に入らないから売れ残らないですよ、メリカリユーザーさんたくさんいるしね、そうか、そうか、ね、これ、ノーマルデミコです、はい、そうです。デミコアソートノーマル、はい、ノーマル、はい、ね、こんな感じ、全部映ってっかいな、ね、色がね、全部映ってる、とりあえず映ってるね、はい、で、これが、次が最後です、はい、デミコアソート、デミコアソートババア編です。<laughs> ババア編が最後になります。はい、好きなんです私この組み合わせもデミコアソートババア編ンはいねこうちょっとんで、はい、デミコアソートババア編ですいかがでしょうか、はい、この組み合わせも私大好きでございます、はい、シャンパーニュそして、えー、これがグレーグリーングレーだっけなグレーグリーンだっけな,、えー、なんだっけえー、っと そそうそうグリーングレーかでこれがブルーグレーかで、えー、とこれがモーブみたいなやつででこっちがあれだわなんちゅったっけ忘れちゃったけどなんかちょっと、えっと、灰色がかったようなえっ、ー、とえんじの薄いやつみたいなねこういう感じこれババババ色ですはいくすみからそうあそうくすみからありがとうございます <laughs> はいあのくすみからねはいすいませんあのババ色ですいませんはいあでもね私好きなんですよこの組み合わせも ということで、これがデミコ、えー、アソートババア編でございます。はい。はい。あ、くすみからね。うん。うん。まあ、タイトルは日本に書いてから考えますけども、はい。渋いバージョン。ね、渋とかにしとこうか。渋い。渋い。うん。な、まあ、ババア、ババアでもいいんですけど、何でも。まあ、こんな感じで、これで全部になります。はい。相当な量だと思いますよ、結構。重さにしてね、多分ね、えっ、ー、と、二五五 566キロぐらいかな6キロ半ぐらいかなうん6キロぐらいかそうだねえっとねこのコットン糸だけでね何玉あるかって80玉ぐらいあるんですよ85ぐらいのかなうん多分分かんないけど計算してないからでも80ぐらいある総額総額はまあいい、ね、忘れた言いませんそういうのははい言いませんそういうのははい。 まさししく私欲しいですよ、はいね、総額でも大体大体総額でもそんないくらだったっけかな、まあ、自分でもあんまり覚えてないんだけどまあまあまあ結構そうねいい金額してますよ、うん、いい金額してますけど、うん、まあまあ,あの少しでもね使,使ってみたいっていう方のために今回ちょっと頑張りますわ。 バイヤーだと思われそう。ほんとそうだよね、こんな買っちゃってって。でも、バイヤーはもっと買うよ、箱買いでしょ、だって言ったらね。はい。はい、なので、えー、っと、こんな感じで何人分になるのかな、だから何人分っていうか、何組分になるのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。よいしょ。9. 9. 1011121213141415161718192021222324でこっちがちょっとこれちょっと詰めていっちゃうね汚したら嫌だからね。 二十五二十六二十七よし二十二十八よしょ、ちょっとぎゅ二十八二十九 あ一応、ケイトだけで、一応30組ございます。あれ、予定としては10組ぐらいだったはずなんだけど、<laughs> 一応あの、30組ですね、ケイトは。はい、30組分用意しました。これを、みんな、買えよう。<laughs> いやいやいや、買ってください、すみません、本当、お願いします。はい、よろししくお願いいますということでね、はい でまあ私の編んだ今まで編んだものを、ね、これも含めてね今まで編んだものもちょこちょこちょこっとちょっと持っていってねポロポロポロっと出そうと思ってます。はい、何をねどん,などんな感じで持っていくかはちょっと分かりませんがさあちちょっとちょっっととスーツに入るのかな入るよ入る。だってスーツだってでっかいの2つ持ってっていいから大丈夫だよ。うん、バイヤーバイヤーですよ。倍率高そう。本当かな ね、倍率高くなったらって逆に嬉しいけどね私的にはこれを機会にデミクさん携帯屋さんしたらいいのに携帯屋さんやつね面倒くさいことできない人なんですよね本当に自分のことすら本当あの世話できんのかどうかっていうぐらいの人なんでねうんそうです全部今組んであるやつでワンセットワンセットっていう感じなんで30セットございますんではい。 はあ、今夜コットン糸の夢見そうゲットしたいな一つでもいいからムンヤムンヤンさんはい大丈夫ですよバサって音がいいあ放り込んでますからバッグの中にはいデミコさんが編んだバッグ欲しいですどのバッグかなねいろいろあるんだけどえっ、ー、とバッグもねいくつかね、えー、と多分出すと思うんで一応うんとねポーチポーチも2つコットン糸で編んだやつと えーっとあと昔昔っていうか一番最初にあのほらあったじゃないですかあのなんだっけえっとアフガン編みで編んだあとペダンコのさえっとバッグあれもなんか出そうかなとかねいろいろなんかこうなんつうの今考えてるんだけどさうん。 買うよ買うよ買いたいよ買うさ買うよ買えたらいいなありがとうございます本当にうんあのそうそうそうでねそうウーたんが言ってんけどねあのもし私がそのお売りした毛糸であと作品編んだ人はあの何編んでもあ,のあれなんでいいんですけどもちろんねうんだけどあのもしあのインスタとかにアップされるのであればねあの,あのデミコって書いておけば 見に行きますんで、はい、あのデミコいつものタグね、うん、デミコデミコのタグをつけといていただければ、あの見に行きますんで、はい、バッグね、どれ出そうかな、うーん、はい、えっと消費税かかるのかも、え関税ないかと思うけど消費税かかるのかもですよね。えっとね、普通にあの持ってって売るだけなんで、えっと関税なんかは別にないんですけど、ないと思いますけど。 自分用ですって言えばねあと友達用ですとかって言えば別にいいんでそれ人に売るんじゃなければ全然持って帰るのに完全な全然かかることもないしまあ何,何も言われないと思いますよ多分だって個人買いだしこんなのはいえー、っとえー、っとえー、っとあれはね出したらね競争率高いかもしらんね <laughs> うんあれはねあれどうしようかちょっと迷ってるね どっそり持っていきますよ人差し指強化ギプスでぽっちりのあの頑張ってください浜さんこんばんは寝てた遅刻しましたまあまあまあ見てくださいよアーカイブね浜さんねはいメルカリなんですねメルカリなんですはいモザイク編みのつなげたバッグ欲しいですモザイク編みのやつねえと一番最初に作ったやつ白っぽいやつ白と緑のやつあっちは出そうかなとちょろっと思ってますわね であのー、割と最近に編んだむらさ紫のやつは私はあれは用途があって作ったんであれは自分用なのでちょっと出さないと思うんですけどうんそうむねちゃんさんのうちのの朝バッグ欲しいですあれは友達にあげたやつだからうん <laughs> あれは友達にプレゼントするんで作ったやつだから、うん、あそっかでもむねちゃんのうちののつけたあの試作品はあるか試作品はあるか 試作試作品あるかもねちょっとねしまい込んじゃってるかもしんないからちょっとちょっと見てみるかねうんそうだからまあね作ったものどれぐらいのものを出すかちょっとわかんないけどでもそんなにないですよそんなにないですあのー、ポーチ袋系が袋物がほとんどだと思うんでうん。 でなんかあのなんだ三角ショールとかも出そうかなって思ったんだけどでもちょっとサイズ感が私的にねちょっと小さいんじゃないかなと思って三角ショールにするのにだから出すんだったらもうちょっと編み出し,編み出してね完全にこうなんかあのちょっとツンたらずだわなんてことのないようにある程度もうちょっと広げて出すんだったらいいけどあのサイズだとちょっと小さいかななんて思ってちょっと迷ってるね。うん、うん えラーメン柄もデミクソン用だからダメそうラーメン柄はね私私用ですはい私用でございます CF さん、うん、こんばんは、はいはい、こんばんはこんばんはやり直しお風呂入ってきちゃったどうぞどうぞコースターセットも可愛かったそうだからこの前編んだコースターのセットねあれ6枚組ねあれはあれで出しますわねあれは、はい、佐藤ゆかりさんデミカさん皆様こんばんははい はい、そんな感じでございますよ。今日ちょっと時間早いんですけど、えっ、ー、といや終わりじゃないですよ。まだ終わりじゃないんですけど、ちょっとあのあの,あのおやつタイムでしようかなね。なんか小腹が空いてきたわ。ちょっとおやつ。ね、ちょっとだって。日本はさ何時よ今？今えー、9時半か。まだ早いね。まだ早い,、はい。はい、なんかね。もうあれだわ。今日は本当は部屋でやろうと思ってたのに、キッチンに移動してきたんでなんか？ 最初からこう作っておく必要もなかったんだけどもう最初に組んじゃってたんだよねお茶,お茶セットをそうそうそう組んじゃってて「あっちっちちあちちち」っちっちっち「今日のお茶はメイソンのロイヤルブレンド」はいはいうん作品もたくさん見繕って出品してくださいいや 先に、ね、出すのちょっとこっぱずかしいんだよねやっぱりねうんだからどうなんかいいなと思ってね手作りだしさはいだからね手作りだからそれをまあ ご了承いいいいたただだだてて買っていただくしかもちろんないわけだけどね手作り物ってね、うん、自分の中ではさ、うん、あ,のある程度はもちろん納得してるんですよ作品としてはねでもなんか人様にこう何て言うのかなこうお売りするっていうことになるとね、うん、どうなんだろうってちょっと思っちゃったりとかするんでねでミこさんみたいに上手に編めるようになりたいないや私ね自分ね上手だとは思わないんですよ別に。うん、で結構下手ピーだったりとかするとことかあって。 で、それをなんとかカバーって、ごまかすっていう意味じゃなくてね、カバーするためにまたこういろいろ、なんていうのかな、こう考えつつ編んでいくっていう感じだから、だから実際に、ね、私多分ね、そんな上手ってわけじゃないと思うんだよね。うん。レースのコースター出ますかレースのコースターもね、どうしようかな。レースってあれでしょ白黒のやつでしょあれ欲しい人いるかね 出してもいいんだけど、あれ10枚あるから出すとしたら5枚ずつになっちゃうんだよね。うーん。おばんじゅうる。ついていみさん、今日は来たね。皆さん好きなの変えるっですね。ねデミコさんの作品はゲーツシーン、リッツさん。そうかね。ありがとうございます。ヤキンファイティン。え、桜ママさん、ヤキンなの桜ママさん。デミコさん、ボンジュールでございます。はい、ボンジュール。ボンソワ。ボンソワ。ボンソワ。はい。ねえ。 いやー、あ、お菓子ね。はい、お菓子。今日のお菓子。今日のお菓子はけわかりません。なんだかよくわかんないんですけど、うちの家人が仕事でまた持って帰ってきた、フォッシェーっていうメーカーのなんかクッキーなんですけど、これピンクっぽいでしょピンク。なんでピンクなのって言ったらね、実はね、これね、クランベリーが入ってるんですわ。これがね、また美味しいんですわ。ね美味しいの。 えみーさん、ボックスティッシュカバーも素敵でした。欲しいです。ああれ欲しいかね。ねうん。うん。おいしいよこれ。クランベリュー。ピンククランベリュー。これおいしいよ。うん、美いしい美味しい。はい。お茶。お茶はこんな感じでね、今日はね。うん。メイソン、フォートナム・メイソンのロイヤルブレンド。はい。でございます。 <ん>デミクさん色使いもハイセンスだしどれも素敵ですよありがとうございますねうん盛大にこぼしちゃった <laughs> 盛大にこぼしちゃったよ、うん、ボックスティッシュカバーは1枚出すために編もうかなーってチラッと思ったんだけどで靴下も出来上がったしで今 いや一応ねどうしようかなってんかライブしながら時間がねあの全部紹介した後に編みながらねちょっと喋ろうかなと思っ,て思ってこれちょっと持ってきたんですよこれこれこれショールこれ結構できてきて今ね3玉目に入ってでこれ進みが早いからさだからもしこれがちゃちゃっと終わったらうーんとあのー、なんだ ティッシュカバーもね一つ出すのに編んでもいいかなって思うんだけど日本のさティッシュカバーのボックスってみんな同じサイズなのそれとも若干違うやっぱりメーカーによって。んツついーミキさんおぼンスはクランベリーつきフランボワーズはもっと好きわかるわかる。 そのクッキー食べたい。マルゲリータさん食う <laughs> うまいよ。うん。ぜひ出してください。え、どれだろうえっ、ー、と、あれか。カバーね。若干違うよね、サイズね。こっちもそうなんだよ。こっちってさ、こ,この、この麺、麺のさ、サイズはそんなに違わないじゃないだって。で、毛糸だからさ、こっちはそんなに違ったってさ、大して、あれじゃないじゃない引っ張ればいいからさ。 でもさこの高さっつうのがさ若干違うじゃないやっぱり若干って <laughs> 若干違いますね若干違うねうんそう厚みがねなんとなく違うじゃないだから平均的に何センチぐらいなんだろうなと思ってこっちのやつでサイズ合わせて作っちゃってねえいいのかなって思うんだけどうん編み図 編み図ってどうやって販売すればいいのよだってなんかさこっちの人もさいろいろさ編み図ってさいろんなところで売ってたりするじゃないで皆さんご丁寧にさあの文字で書いてあるじゃない何がどうのこうのって何番目何段目がうんちゃらかんちゃら何段目がうんちゃらかんちゃらとかさ英語とかさああいう作業もほんとねめんどくせいんだよね <laughs> うん編み図ね うん、なんか例えばモザイカ編みでさ本当に編み図だけで文字で説明しなくていいんだったらまだいいんだけどデミコさん作成のに合わせたティッシュを買えばいいのだポーチも欲しい何かいろいろいろ,いろねケースに合わせてティッシュを買えばよいのよ、うん、デミコさんの動画見てなか ここうか作りまししたたけど大大きい分ににはそそを内側に入れられらるのでで丈夫でしたそうなんだよねちょっと大きい分にはさこうなんつうのちょっと内側に入れればいい感じになると思うんでいくらかほら私のってさカッチリっていうよりももっとちょい引っ張り気味のピチピチではめる感じのサイズになってるじゃん基本的にピッチリがいいんだよ私ね。 なのでおそらくちょっと大きくてもいくらかこう伸ばし気味に引っ掛けてる感じになると思うんでいく中に入ると思うんだよね大きすぎてもね。うんでまあ短くってもさ1センチも短いってことないでしょ多分。うん それそれ「モザイクの編み図のコピーでいいのを画面コピーに疲れたの」<laughs> なんかの歌の歌詞みたいだね。エリエールで197の217。うん。高さはそれあれでしょ横と縦っていうか幅と奥行きとあと深さだよ。深さがいく,いくつかよ。 箱から出して好きなカバーに入れて使ってます。あ、ティッシュね。うん。編み図、いつも編み図を買いたいです。編みまあ、水はでもそうだね。pdf とかにすればいいってことか？まあ、水の販売もじゃあ考えるかね。図だけだよ。本当にって感じでうん。 でもさ編み図って言ってもさどういうどういう感じであれすればいいのかしらやっぱり何かの作品を作ってそれの作り方と編み図みたいな感じがいいのかしらね編み図ってなると180組ので6 5センチう150枚と200枚のがあるもんねうーんそうなんだ。 まあこっちもそんな感じだねでもね6 5センチまあでもそのぐらいが一般的なのかなあ編み図ねだからさ編み図どうやって売ったらいいのさ編み図売ってる人いない <laughs> 売り方教えて <laughs> 売り方教えてうん里里さんデミコさんあんまり無理しないでね大丈夫だようん無理はしないうん でもあれだもんね。あの、ティッシュカバーもさ、結局私一番最初に編んだやつってさ、ミルフィムソックヤンで編んでるじゃん。だから日本行った後でも編めんだよね、行ったらね。うん。いい音あ,あ、三つ目食べちゃった。三 <laughs> つ目普通に食べちゃったよ。うん。あ、美味しいんだ、これ。うん。 これ美味しい。いやだからさ、ほら、うちの家人がね、今、泊まりの仕事行ってるでしょこの仕事ですよ、だから。この仕事がいっぱいお菓子持って帰ってくる仕事なんですわ、また。え今回何を持って帰ってくるか分かんないけどね。ラビリーでは水のハンダウンロード版、ダウンロード販売ね。だからそう、ラビリーって、やっぱり一般的だと思うんだけどさ、水をね、あの、売るとしたら、 でも絵だけでいいのかいっていう。編み図は浜中さんとかの無料ダウンロードの,の参考になさったら作品の全体像の写真と糸と灰とゲージ情報編み図と注意点のピンポイント説明かな。なるほど。うんそう編み図販売ってなるとラベリーだよねやっぱりね。ラベリー赤は持ってんだけどね一応ね。うん 昔のおの土産楽しみです。何持って帰ってくんだろうね今回はね大量にね、うん、分かんないけどねまあどうだろうでも私もすぐ出発になるからこんなに持って帰ってきたのねうん <laughs> 日本でのライブも楽しみだねうん私日本ではライブちょこちょこやることになるかもしんないだってさ本当にさ今回いろいろ予定がねやっぱり入ってるからあのー そんなに落ち着いて編み物できるかなっていうね、うん、そういう感じなんで。ノートで PDF でダウンロード販売もありますね。絵の画像でもいいです。もうノート、ええノートね、ノートでもできるんだ。うん。基本の編み方は YouTube の動画参照にするとかは。ああああ,あ,あなるほどね。うん。YouTube でどあの編み方説明しますんで見たいことはどうぞみたいな感じでね。 モザイク編,編みの説明ってねやっぱり見てもらわないとちょっと分かんないよねうんそれは編み図だけだからということで価格をお安く設定すれば買う方も納得されるのではうんなるほど日本でのライブ楽しみ楽しみ、うん、せっかく帰国した貴重な時間を作品作りに費やさなくていいですよ作品作りに費やすとまでは多分いかないと 思うけどうんまあでもラブがメインになっちゃうかもしれないねうん恐らく28段目でストップしてるよそうそうそうストップしてるよね大丈夫一応とりあえずねえー、っとね今4四本目まで出してるよね5本目6本目取ってあるんではいそれは近々またえー、っと出しますよはいで7本まで7本が最初になると思います7本目でうん 7で終了になると思います予定うんはい5段目5段目っていうか5番目6番目はもう撮影してありますからあとは最後の一番最後の仕上げがまだやってないんで、ね、両脇どうしようかなとかあれをね、うん、まあでもでも最後は多分今回は、えっと、くるむと思いますまた、うん、くるむ方式はい。 えー、チッピーさんデミコさん日本に来て何を一番やりたいのでしょうかまあそれはえっ、ー、とあれじゃないかなやっぱり美味しいラーメン食うとか美味しい焼肉食いたいとか,なんか食,べ食べたいもの食べたいが一番じゃないやっぱりいい静脈してまんないいでしょ静脈これ私だって学校にいる時にみんなに取らせて取らせてっつってみんな私の血液をいっぱい取ったよこれでこれでうん。 そうみんな取らせてって言って <laughs> 絶対取れるからこれだと、うん、そう私はあれですあのみんなに血液取られまくりでしたはいしたいことを思う存分してほしいですはいもやしを食べるとかあもやし食べますよもちろんもやしですもやし,もやしときのことえっとあれですねえー、っとあれですわ、えーえー、豚バラはい マザイカ編み難しいですね。何回か練習してますがうまくできません。マザイカ編みはね、難しいというよりも、何だろうね、手,手の、なんつうの、力加減っていうか、その、えっと、 長編みでこうやって引っ掛けるときのその強さだったりとかっていうのをやっぱり安定させた方がいいんで、うん。それが安定してないとやっぱりちょっとガタガタになったり、あとは端っこの、その、例えば平編みで編むときは、そのちゃんと細編みをさなんつの最初と最後拾わなきゃいけないとかね、うん。そう。 そこら辺がやっぱりなんだろうしっかりしっかりっていうかて言うのちゃんと目を飛ばしたりしないようにもしくは目を余計に拾わないその長編みで下ろしたところを後ろをね余計に拾っちゃったりとかそうすると目の数が全然変わってくるんででも逆にそれがある分目の数が変わっちゃった時に調整しやすいってうのもあるんですよ実は、うん、ミスった時の調整がしやすい割と、うん、っていうのはありますよ、うん、慣れたらね支払い方法は購入者が,が選ぶだけそうでしょ、うん、そうだよねハートチップルもちろん 静、はい、脈美人ってそんな言葉あるんかいな <laughs> すごい取りやすそうでしょむっちゃ取りやすいよでもね前にもねなんか言ったかもしんないけど私が具合悪かった時に近所の病院行った時にこれで採血してもらおうと思ったらその看護婦さんね失敗しよった何て言ったと思う私が素人だと思ってさねそんな私が素人だと思ってるんだと思うかだってそんなさ病院でわざわざ言わないじゃん自分の病院じゃないからさわざわざ言わないじゃん自分がさ 採血できる人間だなんてさ言わないからさそういったらその看護師さん何と言ったと思うあなたの血管細いから取りづらいわねだって <laughs> バカにすんだよと思って私だからこう刺さった時にさ刺しすぎだったのわかんじゃん刺しすぎの時の感覚ってでももうちょっと引いてくださいって言ったのね刺しすぎなんでもうちょっと引いてくださいって言ったわけうん。でしかも 最初さ、まあ、採血しない人は分かんないと思うけど、採血する人がね、この中に多分いると思うんですよ、採血の仕事をできる人が。ね。その人に向けて言いますけど、普通針をさ、ちょっとさ、角度つけて刺すじゃん。血液に、血管の中に入った時にさ、ピュッとさ、ちょっと、ちょっと食ってやるじゃない。さっきっちょが血管の後ろから出ないように。それやんないでブサッと刺し寄った。で、刺しすぎだから戻してくれって言ったんだけど、その人は、私の言ってることを聞かずに、ぐりぐりやり寄って、で、出るわけないんですよ。 血液が出てくるわけないの。ほいで、あなたの血管細いからとか言いやがったよ。<laughs> いるんだ、そういう看護婦と思って、嘘つきと思ってさ。ねえ。血液、血管、あの、血液採取できる人分かると思うんだけど、言ってる意味が。<laughs> <laughs> 言ってる意味がわかると思うんですけど。はい。私は採血しにくいらしく、ペチペチ叩かれまくり、プスプス刺されて、それでもす、えっ、ー、と、探れ、あ、取れずに、手の甲にまで刺されたこともあります。これね、ペチペチしたからってね、わかるもんじゃないのよあ。あんまりね、それね。だから縛るじゃん細い人はさ、細くても、目、四角で、あの、採血のね、これね、ポイントね。私のポイントなんですけど、採血するときって、 目で見て探っちゃいけなくてやっぱり手が一番手の感覚を信じてここに血管あるって私はね採血すると血管の方が教えてくれるんですここにいますよって見えなくても細くてもそれでね刺してね取ってましたこれ自慢じゃないけどね私ね採血上手でした <laughs> 細くって取れないって言ってる人でもかなりの人が「え信じられない取れる」っつって取れたことが何度もあります でももちろんどうしても取れない人はねここっから取ったり足首から取ったりしましたよしましたけどはいまあいいやそんな話はいいやもうねそんな仕事の話は <laughs> はい,いやブスブスさせる人本当可哀かわいそうだよねでもねうんね逃げたりする人いるじゃないもう刺しすぎて硬くなっちゃってる人とかねうん大変なんだよ取る方も大変だけど取られる方の方が大変だよね痛くってね本当はい えと以前デミコさんが好きって言ってたスペアミントのガム今売ってますよスペアミントはでも売ってるよね探し場きっとあると思うんで、うん、まあ今回1回ぐらい買ってみようかね怖い怖い血管に平行にそうそうそういたたた,た私採血取りづらい人なのでえー、っとあらちょっと待って、えっと、取りづらい人なので看護師さんにいつも申し訳なくってそうなのねゆきびさんね患者さんの方がすいませんって言う,言うもんね言う人いるもんね、えー 手の甲に刺されると痛いね。手の甲は痛いよね。うん、やっぱりね。血抜かれるの大好き。ね、超おかしいんじゃない七色さん。はい。ここにいますよ。さすがっす。おお<ー>。<laughs> そう、いるの、いう,いうのね血。血管がね、ここだよ。つって教えてくれるん、ね、こうやって。私、そういう時は大体もうね、見てないから。ここ、ここをまず。見てない。手だけ。手の感覚だけ。手の感覚を信用してここにいる。つって。それだけ。血管と会話。そうっす。 に結果逃げるるる人っているってていい聞たことあるそうだから私の血管はこう太くってでそんなに採血なりしてないから逃げないんだけどさでもあんまりにもこれねきつく締めすぎたりとかしてもまあピンピンって逃げる人もいるんですよ中でトゥルントゥルンと逃げる、まあ、そういう時はちょっとねこうやってこうやってこうやって広げて抑えるんだけど何の話してんだよ。うん はい、採血してグリグリされて内出血しました、ね、あの内出血する時っていうのはさ大体は血管にこうやって針が刺さってる時に針のさ先って斜めに切れてんじゃんこうやってピューンってこの斜めに切れたとこって面がさよ言ったらさこういう感じになってるわけじゃんでここが血管の中と外に出てる時に血管ってあ血液って外にもらえるのね血液あ血管の外にそうすると青たんできんのよだからそれは引きすぎ、うん、引きすぎか行きすぎどっちか 取れない人大変よね。うん。あれ過去にいて私おかしいと思ったよ。<laughs> ね本当だから採血はねああ上手な人は一発そうなんですよ。そう私結構上手でした。うんこの間七箇所刺されてやっと取れました三人登場でしたあるある人が変わると取れることってあるんで私はね一回刺してん難しいなこの人で二回目刺してダメだったら 変わってもらまます3回は刺しませんやっぱりかわいそうなんで、うんあまあ、過去の話ですねし変わってもらいますって言います、ま、今やってるみたいな話だけど2回刺しててだっったら変わってもら変もうな、うん、人が変わって取れるってこと本当によくあるんで不思議なことに、うん、それぞれほらみんな感覚が違うじゃないですかどういうところをこう感覚で取ってるかって人それぞれで違うからさだから、うん、あのやっぱ変わってもらうっていうのは ありりあですよ、うん、あの変わらないで頑張ってる人とかいるけどね意地になってねそれちょっと患者さんかわいそう、うん、そうでね,なねそ,それでねもう患者さんかわいそうになってくるじゃないですか、うん、でそうすると愛にもさせないともう今度はドクターに頼んじゃいます、うん、先生やってっつって <laughs> 医者に頼んじゃいます、はい、そういう感じでしたねうちはね、うん 7箇所刺されるって蚊に刺されるように言うそうだよね <laughs> どんどんベタラさんに交代されてもダメだった時もある普段は取りやすい血管なのにねほうそうなんだへ、まあ、私の場合はその看護婦だけでしたねなんか細いとかわけわかんないこと言ってたの、ね。どう見たってねどこが細いんだよってね本当に完全に刺しすぎですはい。デミコさん指名にしたいですねうんまあでも 1> 1ヶ月に1回ぐらいしかか採血当番なかったんでうちは <laughs>、うん、でも金曜日多かったんだよな私な金曜日金曜日ってね難しい人多くてで、まあ、別にわざとそこに回してたわけじゃないんだけど順番的にそうなっちゃうだけなんだけど金曜日ってさあのリュウマチ外来があってねリュウマチの患者さんってなかなか取りづらくて大変でしたなんかこう腕もほら。 こうまっすぐならなくて、血管が何度も取ってるから固くてっていう。そういう患者さんがすごい多くてうん。結構大変でしたけど、まあまあ。でもあの慣れですね。やっぱ慣れっちゅうか、あのあれです。金曜日のあのリウマチ外来の時に当たるとうん。私の出番みたいな <laughs> いう感じでしたけどね。まあいいわ。はい、そんなのはあれだわ。昔取った金塚なんでね。はいというわけでございますよ。はい、じゃあえー、っとね。そうだ。そしたらさね。 私さ、今からちょっと出そうかなと思っている作品をね持ってきてみようかねそれでこれどうするってうでちょそれもちょっとねちょっとやってみようかなと思いますよちょっと思ってくるんであの2分ぐらいちょっと,ちょっと皆さんであのチャットで適当にあの会話しておいてくれるねお願いね。はい。 よしはい,い,いよや、あれご飯作る腹ペコ、浜田さんご飯はいえっ好き気のマスク好き気のマスクって何やのえーとはいえーと試作品も欲しいよね逆にレアね ちょっとなんか私のさパソコンがなんかちょっと不穏な動きをしてるんだけどどういうことこれは、えー、画面がすっ飛ぶんだけどえー、っとはい試作品ももしかしたら出るかもしれませんはいあ何夕方寝ちゃったので食べ損ねたあそうか冷やし中華始めましたもう始めましたって感じマジではいまあ純不動なんですけど えーっとですね、まずちょっとじゃあちっちゃいものの方から出していくちょっと待ってねえー、っとねえー、っとこれですよだからこれをねどうしようかなとこうこうこうで私なんかでも1種類新しいのあんだ気がするんだけどどれだっけ123456あれ何で6枚あるんだろう多分1個新しいのあんだんだよね私。 これコーースターこれねこれさ私編んだ時ってさ確か5種類だったよねどれだっけあこれだと思うこれが後とから編んだんだこれがねこれがあるんですけどこれ別にコースターじゃなくてもねまあ別にでも5万円しかなかったらどうにもできないもんねまあコースターで使ってもらうのが一番いいかもしんないけど。 これ、まあ、これつけて6枚にしょ。も別にいいんだけどこれちょっとまたアイロンかけ直しますけどねこれあそうだ最近編んだやつだこれ糸処理してないからそう最近追加で1枚なんかまたこれいいかもと思ってちょっと編んでみたつやつですねこれ試作品なんですけどこれがあるでしょでもこれだってさあほら ピッチリさちゃんとさアイロンもう一回かけ直さないとさなんかちょっとやっぱりサイズ的になんかちょっとまあ、手作り感満載じゃないほらだからこういうの出すの,出すのってどうなんってちょっと思っててねこれなんかちょっと大きめな感じがするんじゃないこれ比べたら一回り小さいんじゃないかっていうぐらいなんかちょっとちっちゃいんじゃないかみたいなこんなの出していいんかいっていうねうんこれねであとはこれこれがだから白のパターンでしょ で黒パターンがこっちにあるわけですよ。同じような柄、同じ柄で、こいつだけちょっと縁も黒いんだけど、そう、まあ、これは編み直してもいいけどね、こ縁だけね、これ黒。これ出す？うん？え、あ胸を切た？胸をだって、胸ちゃん切った？本当？どこ？どこ胸ちゃん？ ちょっと見逃してるんだけどああいた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 いいないいな日本行きたいおいらもあら胸ちゃんいらっしゃいパリの胸チャンネルが来ました <laughs> パリの胸チャンネルが来ました皆さん <laughs> うん来てるわ <laughs> これね出してもいいかなと思っててもし欲し,い欲しい人がいればねああ出すじゃあ出してみるこれ。 ね、縁黒もいいよね逆にこっちを黒にしてもよかったんじゃないかってね縁をね黒にしてもよかったんじゃないかなって私は今今更ながらに思ってるんですけどまあちょっとじゃあこれ組で出しますかそれとも3枚セットぐらいずつで出しますかね三3枚セットとかこっちはでも5枚5枚セット何枚セットとかで、ね、3枚 6枚争奪戦かな ?3 枚2枚セット ?3 枚セット <laughs>、うん、え、ね、これもいいよねこれこれもそうで試作品ねこれこれですよだから結局これこれの試作品ですよね試作品があるわけですこれこれ欲しい人いるこれこれ。<laughs> これ これ鍋敷きにもなるみたいな。この試作品懐かしい。これもう一個のカラフルの方は私家で使ってるんで、あのもう使用してるんで私できないんですけど、試作品の方は使ってないんですよ。うん。贅沢は言いません。一枚でもいいから欲しいって。 え欲ししいそうううななんだ、えー、どうしようかなでも1枚っていうのもねなんだしねこっちはだからちょうど6枚あるからじゃあ3枚いや半端かちょっと待って全部で何枚あんだい ?11 枚123411枚あんだよねもう1枚じゃあ編み足して4枚ずつとかにする ?4 枚とかだったらいい ?4 枚セットとかどうよ2枚ずつ ?2 枚ずつ えー、2枚ずつって使い勝手あるそんな2枚ずつってそして編み図も欲しい編み図はねないのよないのよ <laughs> 編み図ねこれはあるかなそれ以外はもう全部これね実はね編みながら考えてんだよねあっちね編み図書いてやってるわけじゃないからだからね編み図のないんすよこれしかないわこれだったら編み図あるけど。 まあこんなの他やつだと編み図すぐ書けるけどでもちょっと企画帰国までにはちょっと間に合わないからなうん大きいのいいこれ普通にアクリルの糸でちょっと編んだだけよこれ,これお座布団お座布団みたいな感じなんだけどはいじゃあまあこの辺も出しますか何枚ずつ何枚ずつ4枚ずつ4枚ずつでいい ?2 枚ずつ4枚ずつにしようかな私うん。 飛行機って網棒大丈夫そいつなんですよ。だからね飛行機ねいまいち分かんないのかぎ針かぎ針だったらもしかしたら大丈夫かもね棒針どうなんだろうってなんかで、ね、網棒はね飛行機はねなんかここ会社によるみたいよ前ちょろっと調べた時にねだって飛行機の中で編めたらいいじゃんって思うんだけどちょっとさ あのー、いまいちもうその航空会社がアミオッ OK っていうのをわざわざ出してないんで、うん、だからなんかなんて言うんだろういちいち調べるのも超面倒くさいっていう感じだからなんか全然分かんないんでね、まあ、今回は私は、まあ、その会社に聞いてみてもいいっちゃいいんだけどアミボ棒どうなんですかねみたいなね、うん、よく分かんないはいじゃあ次次はちょっと小物からいきますか敷物からいこうかもう一つね 敷物あったこれ以前編んだやつこれ欲しい人い人ますここれこれなんかちょっとあれですよあのこういうこういったものをこう置くのにも <laughs> ちょっとでかいけどね <laughs> いいしまあちょっとしたものをでっかい花瓶を置いたりもできるしちょっとしたねこマンダラのやつですけどこほら見てねさっき言ったじゃんババアカラーねこれババアカラーうんババアカラー。うんババ 狂気になるって言われてしまうこともあるし。狂気 <laughs> 狂気。<laughs> そうそうそう。だから狂気になるって言うんで、結局だから細いさ、こういう針みたいなものってダメなわけじゃん。うん。だから15ぐらいのさ、網張りだったらさ、棒針だった、棒針じゃないや、かぎ針だったらいいかもしんないけどさ。<laughs> だから分かんないから、私はいつも機内には持ち込みしないのね。取られたら嫌だから、やっぱり。うん。これ欲しい人いる いるじゃあ出そうかこれもねこれ出してみようかね出してみようねで次次の敷物これはね実はね私あのだいぶ前に編んだやつなんですけれどもこれちょっとした敷物なんですよで全然使ってなくて私もさアホだからさ自分で作った割にはもったいなくて出せないっていうさこれちょっと敷物 こうテーブルのど真ん中とかにこうやって置いて使えたらいいなと思って作った最初はねテーブルクロスを使おうと作ろうと思って頑張ったんだけど、うん、無理と思って途中でやめたっていういつも私が好きだって言ってるデンマークの糸を使ってるやつなんですけどこんなのもございまして干物としてね、うん、こういうもまあ欲しい人がいれば編みぐるみはないな、うん、編みぐるみはないわ、うん、はいそうこういうのも。 あるしこれも欲しい人がいればねあれなんですけどだいぶ前に編んだやつで全然動画を撮る前なんですけど全然使ってないんです一度も。でほどくのもちょっともったいなくてと思ってね、うん、ちょっとこれテーブルの何てったいいのセンターの敷物みたいな感じで作ったんだけど「何何,何何何 出すな、なんでよ <laughs> なんで出すなって何だよ出すなえな何何何デミコさんネちゃんが日本に持っていかないでってどれよどれどれどれ <laughs> どれを持っていくなって言ってんのよ欲しいけど素敵すぎて使えないな素敵。ちなみじさん むねちゃんミシンだけむねちゃんは編み物しないんようん編み物しないんよ丸い敷の？丸いの欲しい丸いやつえ丸いの欲しいのこれこれむねちゃん欲しいのマンダラ丸のが欲しい欲しかったら編んであげるよ <laughs> <laughs> ババアマンダラねああ、うん 幅やまんだら欲しかったらあんであげるよ。かわいい。あそう？俺あんであげるよ。こんないつでもあんただ,だっていつでも私寄あんであげられるんだから。ム <laughs> ネちゃんに譲るよって。な <laughs> んで譲り合い。<laughs> まあこれはいいか。別にいいか。これこれこれはいいかじゃあねこれを持っていかなくていいや。はい。次細かいもの。こんなこんなもね出したら買う人いるんかいなと思ってあえて出してみますけど。 い,いいんですよいらないっつったら「いらない」っつって言ってくださいよ、ね、いらないって言ってくださいよこれはラングのもう今は売っていないビバっていう系統のやつなんですけどメリノウールだったと思うんですけどがまぐちよもうこれねがまぐち使ってないやつ。いいる人がいたら 譲りますよ安い安くはいで次ほらそんなにないんだよポーチからいくかポーチはいポーチこちらはいポーチこれ出します熱いこれ出しますこれはあれですね私が初めてこの ファスナーから編み始めるポーチって言って編んだやつなんですけどうちののついてないんですで私が初めて編んだあの初めてっていうかその口から編み始めるのであと初めて編んだやつだし、えー、とうちののもついてないしでこのジッパーがこのチャックがねチャックがこっちで買ったやつでちょっとね重い感じなんですよスーッといかないなんか YKK とはちょっと違う,こう重い感じだからちょっとね何つったらいいのかな あのお安く出そうと思ってこれはうんこれえ何目数が合わなくなるのえー、っとよかったら編んでくれるってファスナーから編んだやつそう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 だからこれは、えっと、私は色的にはもちろん気に入ってるしでサイズ的にもすごく私的にはすごくいいんだけれどもでも えっと別のやつをねその後は編んでそっちばっかり使っててこっちが今使えてないんですよで使わないのももったいないじゃないですかだからただちょっとチャックが YKK のようにはいきませんよっていうのがあるのでちょっとそこをねあのちょっとご了承していただく感じになるんですけど外国製なのでジッパーがちょっと重い感じです外国製っていうか日本製じゃないんでそう。 重い感じなんですけど、まあこのこれが欲しいなっていう人がいたらまあちょっと出そうかななんてってね、これはねお安くはいねこれ考えてますこれフランスのファスナーを堪能できるレアな商品でこれフランスかどうかはわかんないけどねフランスのファスナーか何なのかはちょっとなんかなんて書いてあるのこれちょっとじゃこういうのはムネちゃんに聞かないと <laughs> ムネちゃんのが詳しいからこういうのは <laughs> ねマークが、えー、ちょっと映りますかねマークが。 ねこんなこんなこんなマークしてるけどちょっとわかんねえなわかんねえなはいわかんねえなあでもここ先っち,ょちょっとこうやってピロンとつけたらこうもちろん引っ張りやすくなるんでそれちょっとつけようかなと思いますけどね、うん、これだけだとやっぱりちょっとねちょっとやりやりづらいっていうかなんとなく硬いんだよね。うんうん、あこれここのの音もすごくなないこれれほら、ね、そうなのでこれ あのー、これも出出ししまますすお安くこのコットン糸は無地の方がカトナで、えー、っとこの何てったいいん段染めの方が、えっと、カチヤの、えっと、カプリっていう、あのー、コットン糸なんですけど両方とも、あのー、全部なんサイズが一緒なんです 50g で 125m っていうサイズがもうバッチリ合ってるんで、あのー、全然混ぜコテで使っても全然 OK っていうでカチヤのそのカプリっていうカプリカラーってやつかな。 カプリも結構端っこいいんですけど、ただ、あのー、あれなんですよね、カッチアの方もほとんど、だからシェイプイエスの方だと同じように使えるんですけれども、日本からしたら選択の、色、色の選択は多いかな、確かに。ただやっぱり、シェイプイエスに比べると、やっぱちょっと少ないんですよ。少ないとは言えないよ。確かに、かなりある。でも、やっぱり、なんだろうな。 うん、シェイプイエスの方がともっといっぱいあるからね、うん、だから私はそっち使ってるんだけど両方とも使っててあの遜色ないというかカプリの方もすごく使い勝手はいいと思いますねこれねでも今ねこの段染めの方のカプリカラーってやつがねもう2色しか残ってなくてで販売終了だと思うんですよもうねだから欲しい色がもうないんですよだからちょっと残念と思って、うん、残念はいこんな感じですえ このポシェット、デミコ、なんや。ガーガーギーギー言ってるでしょ。ね、異国のお土産だと思うと貴重に思える。<laughs> ね。わ、まあ、欲しい、出してください。フランス製のファスナーじゃないんですよ。フランス人デザイナーが口出して意見してるから可愛いんじゃないそうなのフランス人デザイナーが口出して意見してるから可愛いんじゃないんどういうこと <laughs> どういうこと <laughs> うん。 このポーチ良い色はい,いいっしょ、うん。そう！この色はいいよね。だからね。そう。これ出す。次はい。こっちこれも使ってないので。これも出そうかな？という。はい、出た。<laughs> このカラフル。これサイズ的にはね。すごいいいんですよ。実は。 あの旅行行く時とかにね A4 のやつを半分にこう折ったやつなんかをサッと入れるのにちょうどいいサイズででなんかこうこの何てうのかなこれは何て言ったらいいの何だっけこれメリアス風のかぎ針でメリアス風の,あの細編みをしてるわけですよ言ったらねメリアス風で編んでるんです。で非常にしっかりしてて糸はこれ DMC のコットンの糸です、は。い これは綺麗につけててな,なんか内袋っていうか内布ついてないんだけれどもピンクのファスナーでねこう合わせてあやべえ噛んじゃったひも <laughs> が噛んじゃったねちょっとピンクのファスナーもちょっとはげてるところがあるんですけどこれまたこっちで買ったやつなんで、ね、また同じような感じのファスナーなんですけど <laughs> これまたこれチロッとなんかつけてやればね引っ張れるからねこのこのこのなんつうの色吉感 そうラスタな感じするよねラスタカラーじゃないけどもそんなイメージでちょっと作ってみましたはいはいサイズ感は悪くないです、はい、これもちょっと出そうかなと思ってて、うん、買う買う買う人いる買う人いるさあこっからがカバンカバン系ですよえー、っとカバン系袋物えー、っとさらに進んでこいつ出しますこいつこれこれを出そうかなと思いますはい この巾着これこんなサイズ感でございますけれどもこの巾着もねちょっとこれちょっと取っといてはいこれ出そうと思いますこれもコットンかコットンだねこれはヘマで買った毛糸ヘマっていうこっちでいうとこの百均的なやつのお店で買ったやつですけど糸自体は結構いいお値段してるんで他の毛糸と変わりませんはい。 こんな巾着がございますんでもし買取るこれ欲しい人いる？みんなの反応で決めてっからね？私持っていくかどうしようか。あ,あ、これは可愛いと思いますよ。うんこのこの色合いはあれだよね。ちょっとかかな,なんつったらいいんだろう。可愛いじゃんこの編み方も。でも色は渋いじゃんっていうなんつったらいいんだろうこう渋皮渋皮渋皮系っていうのかな。うん。 懐かしいな。その柄に真似して編んだわね。これはあれだよね。うん、面白いよね。この柄ね。うん、巾着こんな感じではい。もしよろしければね。これも持ってきますよ。欲しい。あの欲しいって言ってくれる人がいれば持ってきます。はい、こんな感じでこれで次また巾着です。巾着巾着巾着。はい。編み込み巾着。 はいそうですよ。はい。行くと思ったらヘマオランダのマークそうヘマでの毛糸で毛糸っていうかコットン糸で作ったやつねでこれはあれですよえっ、ー、とこれは何だっけこれは DMC の糸だな確かあ違うえフィルダーかなどっちかなフィルダーだったな多分どれをポチらまないまあよ具。<laughs> これも巾着でございます。 え私ここに出してね基本的に私ほとんど使ってないやつですからね,ね、あのー、言ったらまあ手作りでね作ってねでちょっと置いてるからまあほぼ新品に近いっていう感じ完全に新品とはねやっぱり言えないからほぼ新品に近いっていう形で出しますけれども基本的に私は使ってこれ,これとかこれとかは1回2回は使ったけどぐらいな感じで、あのー、日常的に使ったってことはないです全て。 うん、でこれは使ったことないし多分これも使ったことない編みっぱなしで置いてあるっていうねこれちょっとかわいくねねこれ編み込み風これこれすっごい悩んでたよね確かね私ね編む時にどの色をどうやって組み合わせようっつってさ何度も何度もやり直した気がする動画でそれ多分撮ってるんじゃないそれ何度もやり直してやっとこれに決まったみたいなそんな動画だった気がするんだけどはいこれかわいいよね ちょっと柄的にちょっと冬っぽい感じはするけどねで結構厚手なんでこれもコットン糸かなあ混じってんなこれ多分確かレイヨンかなんかが多分ねビスコスかなんかが確か混じってた糸ででも基本はコットンベースだったと思いますはいマンダラ私も編みました編み込みかわいい何気にねこれはだからかぎ針での編み込みですよかぎ針の編み込みはいねこんな感じはい次次これどうしようかなって これ出そうかどうしようかかどしよ迷ってるやつこれこれ,れ DMC のコットンの糸でモザイク編みのミニバッグミニバッグでございますはいでそこが100均のやつですねこれね100均の底初めて使いましたみたいなそんな感じでございます、はい、このバッグはちょっと私的には何つったらいいのお弁当バッグ的な感覚で使えるかなっていうバッグですね うん、結構小さいからさやっぱりここがさだから普通のバッグとして使うには小さすぎるじゃんこの百均の底ってだからいいとこお弁当バッグみたいな感じかなっていうちょうどいいでしょだってまあ女の人だとそんなにあれか <laughs> こんなに弁当でも私的にはちょうどいいんだよね弁当 <laughs> 弁当サイズなんだ私的には。弁当箱を入れて おかずのね、やつ、私結構さ弁当ってさ2段のやつ使ってたわけでご飯とおかずと1段ずつ持ってたから、まあ、このぐらいの袋がないと入りきらんかったんねうん。でさらにデザートとか <laughs> 入れてたからこういうこういうサイズじゃないと弁当バッグは足りんかったんですよわしの場合は。あいろいろね。あ まあそういう感覚なんですけどでもこんだけたくさん弁当を入れて食べ,食べる女子っているかなっていう気はしないでもないですけどまあ小さいけどちょっとそこまで的なそうねちょっとそこまでバッグに使う人が多いかなやっぱりねうんちょっと携帯とお財布だけ入れてちょろっとコンビニみたいなねうんそういう感じになるのかもねちょろっと出かけるみたいな。あとは 買い物行く前にこう大きい、ね、こう買い物バッグはこう畳めておけるから、ね、中に入れてそこまでちょっとチロッとペロペロペロッとこれでいってみたいな感じになるのかもしれないけど、まあ、これ欲しい人いればっちゅう話なんですけどれかな,どれの話かなえー、と使ってる私が日常的に使ってるやつは出さないっすね。うん あのやっぱり痛,痛みっていうかかなりだって私使ってるからあとこのバッグどうしようかなと思ってこいつこいつ同じ毛糸です同じ毛糸でこれ編んだやつこれどうすかね,ねこれはかわいいはかわいいんだけどねどうしようかなといやこれ別にあの買わない人がいたらいたで私今今,今更ながらに使えるなーなんてちょっと思ってるからあれなんですけど これ懐かしいよねこれねうんポーチポーチ段染めのってどれいつやったやつだか覚えてるあ欲しいですあ欲しいですあるあいるなあいるなあじゃあこれ持ってこっかねこれも持ってこうかね欲しいっていうのがいるね結構ねなんだかんだでちょっとなんかピロピロ出てるやつはちゃんと処理して持ってきますからねはいで持ってこうかなってさっき言ってたのこれだわこれこれこれこの アフガン編みのやつでで普段普通はアフガン編みってこうやって何ていうのえっと針針ここを拾うじゃないここをここを拾うんだけどこれは何ていうのだからここの筋がパーッと出てるでしょこうやってこれわざとなんだけれども。 こうやって,てちょっとだからあの私が紫で編んだやつとはちょっと編み方がほんの,ほんの少しねこう拾ってるとこはちょっと違うんだけどこうわざと筋が入っている感じでこう編んでるやつなんですけどそれ好きあそうねこれいいよね、うん、これをお出ししようかなと思ってます。はいね、悪くないと思ううんだこれ結構あのなんうの持ち手もこうやって 閉じててあってでペロッとはしないし私はだからねあこういうのはねちゃんと処理しますけれどもこうやっぱねこのこの何つのこう閉じてあるやつの方が好きなんですよやっぱりこうやってピローンとなってるよりもねこういうだから閉じたい気分になるんだけどさでもちょっとこれには合わないじゃんだからこのままになっちゃうんだけどなんかパソコンが変な動きだわ本当にそうじゃあこれ。 これも持ってきます。は割と最初の方だよね。本当に最初の方。でもほとんど使ってなくて。これは自分使おうと思ってたんだけどもったいなくて使えなくて。<laughs> そうもったいなくて使ってなくてどうしようかなと思ってて結局使ってないからだったらお出ししてまた新しいの。 ね、作ってどんどん作ってもうどんどん出せばいいかなって思ったんでで欲し星切れはね自分ほらこの切れ常に持ってるわけだからいつでも使えるからと思って今回はちょっとこれ持っててもったいないから使わないのも、うん、だから誰か使って使いたいっていう人がいれば、ね、いいんじゃないと思ってね、うん、じゃあこんな感じですよ。で問題の三角ショールなんですけど、うん、さっき言ってたやつね まあ夏だから夏だから三角ショールっつうのも何だしって思うんだけどまあこれですよこれこれこの三角ショールちょっと丈がさなんか私的にもうちょっとさあと5センチぐらいあったらすごいいいんだけどちょうどいいんだけどっていうサイズでこれをねだから本当はお出ししたいんですけどこれ一度も使ってませんこれは。もう一個の方は私結構使ったんですね一冬。 なのでちょっとお出しすることできないんですけどこいつを出そうかなと思ったんだけどやっぱりちょっとねななんんとなく短いんですよだからこれはねまたちょっと考えて今回はちょっと持ってかないでちょっともうちょっと綺麗に綺麗にっていう何つうの長さ的にねもうちょっと十分な長さにして出せるんだったらまあ 次の機会にでも出してもいいのかなとは思うんですけど可愛いんだけどね、うん、この毛糸でえー、っと一玉でサンクショールを一つ編めるっていう感じでは売ってはいるんだけど私の編み方なのか何なのか私のサイズ感なのか分かんないんですけどなんかいまいち私的にはちょっとちっちゃいかもってほんのりもうちょっとあとうんそうねあと5 0ルぐらいあったらなみたいな <laughs> あの長さ的にね、うん、は糸のねそう。 ちょっと膝ざかけ膝ざかけ膝ざかけはねあるんだけど膝掛かけ膝掛かけちょっと待って膝掛かけもあるねそういえばちょっと出すね。 膝掛かけはね一つあるんですよ。ねじゃんじゃんバリバリ出してこれダイアゴナルステッチこれ動画に出したやつこれ膝掛かけサイズどんぐらいだっけ 9090×90 90 90ぐらいかなそんぐらいのサイズ多分正方形で作ってると思うんだよね多分正方形ほぼあ違うな正方形じゃないな 180、90ぐらいかな、サイズ的に。そんぐらいのサイズのひざけが一つあるんです。で、で、これは、えっ、ー、と、これはフランスの毛糸です。フォンティっていう毛糸、ウール100%。これむっちゃ高くなっちゃうよ、だけど。<laughs> いやでも何回か使ってるからもうもちろんユーズドなんでそんなに高くはしませんけどでもそこそこの値段になっちゃいますよオールウールなんでうんそうだからあんまり高いのもどうかなと思ったからこれ持ってこうか持ってかないか考えてあれしたんだけれどもこれね毛糸がね結構高いんだいつはそう何からなるかちょっと計算してみないとわかんないんだけれどもねえ あ私はお腹いっぱいもう食べられにゃい <laughs> バラエティー放すぎねえだからこれまあ持ってってもいいんだけど、ね、ちょっとカバンに入ったらうんカバンに入ったらねあれだよ持ってってもいいよこれはうん何回か使ったと思うでも毛羽立ってないしまだ全然うんなんでえー、と全然ほぼ新品って言ってもいいと思いますダイアゴナルステッチで 動画を覚えてる方もいるとは思うんですけれども「うん、何デミ子さんが使用したデミコの汗つき匂いつきもバリュー価値があ上がっていいぞ何それ何それ,それマイケル・ジャクソンがなんかあれ使ったあのタオルを投げるみたいなマイケル・ジャクソンじゃないなタオル投げんだったらなんだ大友公平かい」<laughs> うん「お高い基準がわからないそうねそうだね」 うん、タイさん、眠い、落ちそうです。アカウントを話しませした。はい、ありがとうございます。うん。種類が多くて、値段設定に悩んじゃいそうですね。手が込んでるから、お高くても、はい編む人なら分かるよ、はいうん。使用済みプレミアス。ええー、<laughs> 使用済みでプレミア作るかな。でも、まあ、でもちょ場所があったらね、入れられるようだったら持ってきますよ。うんうん、割と頑張って、きれいに編んだんで、ダイゴナルステッチ。ね、う、え、ん。 まあ端っこの処理がちょっとクリンってなってますけどなんか私多分一目ずつ少ないんだと思うんだけどね角っこがね、うん、まあちょっとクリンクリンになってますけれどもパパッとね普通にあのー、普通に使えると思うんでとにかくねウール100%なんであのー、あれですよ、あのー、いいですよさ触った感じもいいしね、うん、まあ暖かいのはもちろんなんですけどここはこれで悪くないですはいそうだね隙間があったら。 うん、じゃあ持ってきますどんぐらいになるかなでもそんなにでもすごいお高くはしないですけどでも結構そこそこの値段になるんじゃないかなどんなに安くしてもまあそうねあちなみにこの何て言ったらいいのかなこのちょっと見てわかるかなわかんないかまあ私的にもちょっとよくわかんないからまあそこまで言わなくてもいいのかな実は白はねこれね白2色使ってるんです。ちょっととあの気なりと 真っ白の白と両方使っててよーく見ると分かるんです。で、それは途中からなくなったからそっちにしたんではなくてわざと混ぜこぜで両方使ってるんですね。うん。なんでそんなことしたか私もよく分からないんですけどちょっとなんかなんだろうな。えっと、使用感があるような <laughs> 感じ。わざとっていう。あんまり真っ白チ白のさ糸ってさあんまり好きじゃなくて。だけど使ってみたくて買っちゃったんだよね。 で、そしたらさあんまりにも白すぎてさちょっとさ、うん、私の好みじゃないなと思ったからいつも使ってるきなりの色とほんのり合わせて混ぜこぜにしてね実は編んでるんですよねこれね確か、うん、なんか妙なことしたよねそんなねちょっとねところどころにまっ白いやつがポツッとね多分入ってると思うんだ確かまあ覚えてないんだけどあんまり <laughs> そうだねそうだねこれも多分そうだと思ううんまあそんな変な編み方したやつですけどもよろしければはい。 白なんか違くないちょっとパーッと見た感じ。うん。ちょっとあんまり分かんないかもしんないけど。あんまり分かんないかもしんないけど。なんかね、多分違うんだ、ちょっと。まあいいや、そんな感じで。あ、そうだね、違う違う。うん。ね、違うんだよ。この2色とここと違ったりするんだよ。適当に多分ね、変えて入れてんの。 ちょっとよくわかんないけどねはいじゃあこれはえっとお値段的にはねどうだろうないくらぐらいなんだろうねこれねまあ結構いい値段になるかもしんないなちょっと多分そうかなこういうのっていくらぐらいで出てんだろうねオールウールだからねアクリルだったらね安く私渡しできるけどさねまあ値段はいいかしょうがないねあとで考えようねはい。 まあこんなところでございます。さあ、じゃあ、あとはね、もう私、あれですよ、カバンの隙間、ね、カバンの隙間を、あのー、どうやって、うん、それは60サイズで入るかな、入るんじゃないかな、あのー、60サイズっていうよりも、何センチだっけ、37センチまでで、えっと、厚みが4センチ、あや、ちょっとそれはちょっと分かんねえな、ちょっと難しいかな、ぎゅーってやって、ぎゅーってやって、ぎゅーってやって、30何センチだっけ、こっち、忘れちゃったね。あ、入るんじゃないあ、入ると思う、多分、うん。 入ると思うえ、どんだけ大きなカバンじゃ、えっと、一つはね、L です。はい。りょうこさん、明日は通院のため朝入るのでそろそろ。はい、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、ゆっくり休んでください、りょうこさん。ありがとうございました。はい。いや、カバンはね、だって普通普通の M サイズが一つと L サイズが一つ。だから、えっ、ー、とね、うんと、まあ、両方合わせて、 重さ的には 23×2 じゃないとダメなのね預けがねでも片っぽのでっかい方なんか入れようと思ったら3 0キロ以上入るからね相当だからゆるゆる今だから本当に2 3キロまでのじゃないと2つ預けられるから逆に厳しくって1つのバッグが2 3キロ以上になっちゃいけないわけね両方合わせてじゃあ4 6キロでいいのかって言ったらそういうことじゃなくて1つのサイズ1つのカバンの方に2 3キロまでしか入れられないから 23キロまでっていうかそのトータルでね23キロまでじゃないとに収めないといけないからだから今ねそれほど大きなバッグって逆にそのバゲージっていうかその大きいスーツケースって持てないんだよね今ね逆にねうん前はほらねちょっとオーバーしてもねおまけしてくれたりなんだりでさねいいことほら乗せてくれたけど私だってさ前はさ20キロ20キロまでとかいうあれ何,空港何航空だったかな えー、ギリギリで乗せてくれたのは大韓航空とかね昔はねあとルフトハンザもそうだったな20キロまでだった時に30 33キロまで乗せてもらったことある料金払わないでね追加料金払わないでいいよっつって乗せてくれたでも今はもうほんと厳しくて23までしか乗せられないからだからねあんまり大きいスーツケース持ってても意味ないんだよね今ね まあだからかさばるものっていうの軽くてかさばるものしか入れられなくなっちゃったうんうんどうしよううちのバカデカケースうんだからえっとね今だからね多分ね運ぶその運ぶ人もいるじゃない、ね、こう移す人荷物だからその人のことも考えてってのももしかしたらあるかもしんないしねあんまり重すぎてもさ今荷物がすごい増えてるしさ ねえだから、えっと、あんまり重すぎてもかわいそうだしっていうのもあるし私みたいにそうやって昔30何キロ入れちゃうやつとかもねいたわけだからさわかんないけどさうんそんな感じでだから23キロまでなんでだからかさばらない、えー、かさばらないじゃないやかさばるものっていうのだったら大きい方に入れるだから日本から帰る時にそのでっかいスーツケースの方にはもう軽いもんばっかり入ってるお菓子とか。 あのスナック系のお菓子とかあとはなんだ昔だったらあの生理用品だったりとか <laughs> あとはえー、っとなんだあと軽いものっつったら何何入れてた何入れてたっけまあそういうもの入れてたようんそうね空港職員なのかわかんないけどねでもね、うん、今度は宗ちゃんのお披露目え今度は宗ちゃんのお披露目ライブ 胸ちゃんのお披露目ライブ胸ちゃんのお披露目ライブはこの前。え、ねちゃんの作品のお,お披露目ね <laughs> ちゃんの作品のお披露目ってことか。うん、言われとるよ。カバンスーツケースの話、本当にそう思った。中型の大きさでも23キロになったらそれまでそうなの。だから大型今持っててもあんまり意味ないんだよね。よっぽどかさばるものを買うんじゃなければ。うん。 だからいつもだからあれよあそうそうだからインスタントラーメンとかそういう軽いものばっかり入れて帰るでっかい方はでもでっかい方はさあれなんだよね昔のなんつったらいいのあの生地,生地タイプのさスーツケースだからさちょっとあんまり形の崩れるものとかいろいろないんだよねうんそう「胸チャンネル」のね作品はね「胸チャンネル」の作品は 自分で着てたりするじゃん。<laughs> 自分で着てたりするじゃん、うん、ねえいろいろねでも胸チャンネルは基本的に何か作ったらねえあれだよねあのー、あのー、なんか。 何がある自分でキープしてるもんでも自分のお洋服もちょ,ちょこちょこ作るじゃないだから、まあ、家に全然ないってことはないわねだってカバンとかもあったりとかするし、うん、あの家のさファブリック系っていうのかな、ね、シーツとかさ何んつうのああいうほら、えっと、カバー物とかそういうものは結構ね作ってるじゃん。うん、ね ストックだからなんかこう作って作ったものでそのなんつうの使ってなくってこうストックして置いとい,いてるってもんないよねうんそういうのないよね基本的にはもう使うものを作ってるって感じだもんねだってねうんええレミ子さんそこら辺の重みと傘の関係バランス難しいのよね最終日は体重計乗ったり降りたり懐かしすそうだよでも体重計乗ったり降りたりするよねでもね私ね さすがに、ね、なんだろう、スーツケース持つのに慣れたのか自分で持って何キロぐらいって大体分かります。だいたいわかります。やべ、これちょっと重すぎだなとか、あこれ軽いじゃんっていうのは大体わかるんで、もうほぼね、最終チェックするでしょ、体重計に乗って、それでやべ、やべ、入れ替えようっていうことはほとんどないですね、うん、ほとんどない。自分で持って、もうわかるんだよ、重さが、もう何キロぐらい。大体ね、私的に持って、あちょっと重いなっていうときはもう25を超えてるのね。うん で軽いって時はもういつも軽いしで大体、うん、ギリギリだなっていう時にうんとどっちかでギリギリやべっかなっていうぐらいで大体ね22キロぐらいなの私的な感覚では、うん、でうわこれおめ重め重,重すっ重っすげえ重っっていう感じになってくるともう完全に25キロかえこしてる感じ、うん、だから結構ねもう重さ的になん,うもうなんとなくわかる持てば、うん、そう人間ばかり <laughs> そうまずはデミ子さんに「カバン作らなきゃそうよカバン作って」っつってね頼んであるからねうんでもそれさちょっとさじゃあネちゃんそれさカバンさちょっと動画撮ってネチャンネル動画撮ってよそしたら私今度自分で作れるじゃんなんかそれをなんつうのあれして利用してま,ま同じじゃなくてもさここのところはこうするとかさねそういうの私知りたいもんでさ自分でも作ってみたいじゃんねうん。 荷物も、これいけますよって言うのかな血管と同じで。うん、あのねも、持つとね、もうね、もうわかんないよ、本当に。あ、これはす、こしてるわって。これは OK ーってな大体わかる。大体ね、目安がね、むっちゃ軽いっていう時は17キロ以下ですわ。で、んどうかなって思い始めるのがそれ以上で、あちょっと、どうかなやばいかなギリギリかなっていう感じが大体 22. 点いくつとかな。うん。これで持った時に、あ、重いってなったらもう25キロっていう。そういう感じ。 30キロとかで帰ってた頃はきっと自分の肩や腰も痛めてたよねそう私もだから 30, 30何キロって本当入れたことあるもんバツバツに入れてで普通に入れるとだって平気で25とかいっちゃうからさ普通にだから23キロに抑えるって本当大変今実は、うん、だからこそ2つ、うん、そうだからこそ2つスーツケースやっぱり持ってかないと絶対無理、うん、今はもう23キロで収めなきゃっていうんであれば、うん だから、えー、っと今回はだからうちの家人がとりあえず私の出発目にまだ仕事を入れてないんですよラッキーなことに、うん、ラッキーなことになので、えー、っと送ってくれるんであればもう最初から荷物3つでいきますわうん3つで、うん、直行便だからね今回ね、うん、そう直行便そう直行便って言ってるよだからもうどれかよ ね、アナか JAL かエール・フランスのどれかで帰りますはい、うん、なのでえー、っとまあ荷物的には多分だから大丈夫だと思うんですようちの家人が仕事さえ入れなければ仕事を入れちゃったらちょっとねどうしようかなって感じ <laughs>、うん、仕事を入れちゃったらねうーんそうだね仕事を入れちゃったらでかいスーツケース2つでいくかなしょうがないねうん小さいスーツケースをでかいやつにとりあえず入れて1個 でちゅっくらいのとおっきいの2つでいくわ。ちゅっくらいのとおっきいのと2つだったら、とにかくちっちゃいにしろおっきいにしろ2つだったら自分で運べるんで、でかいの2つでいく。そしたら多分行いける。で、空港行って詰め替えだわ、また。うん。無理は禁物よ、大丈夫。うん、その辺は大丈夫でございます。お母さんの18キロの荷物でも重く感じた。マジ ?18 キロだと安いあの軽いじゃん。18キロは軽いよ、私の中では。うん。 ゆきみさん前回の動画でオパールの糸を紹介していましたがその中にヒョウ柄になりそうなカラーがあって欲しいと思ったらどうやら廃盤で売ってませんでしたフランスにはまだ売ってるんでしょうか売ってますぜうん、うん、まだフランスにはあるえ日本だと廃盤なの廃盤というかもう入ってこないってことなのかねうん飛行機の中の様子動画撮りますか 席によるだから取,取れたらもちろん取りたいんですけど、えっと、席がさ例えばさどんな様子なのか、うん、携帯を固定できる、えっと、席だったら取ろうかなとは思ってるけど、うん、隣の人にちょっと断り入れないとね「すみませんちょっと動画と映さないようにはしますけど動画撮りますんですみません」っつって <laughs> ねえ、うん、そんな感じになると思う。うん、はい むめちゃんは筋力も乙女そんなことないよ <laughs> そんなことないと思うよ全然 <laughs> 筋力は乙女じゃないんじゃない結構だってあれじゃないしっかりした体してると思うんだけどそんなことない力強いんじゃないだってうん多分買いますひでこさん何を買うんですか何を買うんですかなんか,なんか言ってる 3 0キロのお米袋も持ち上げらんないやツイティミキさんいや持ち上げんのは無理だなでもなうん持ち上げんのは無理だな、はああチンえ逆にお母様が1 8キロで一人旅すごい乗せるまで重かったでしょうにまあまあでも今はゴロ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 だからねそ,そこそこまであれじゃないか持ち上げてとかっていうのは。 そんんんななななに今あんまりないんじゃないなんか私ねいつもねこう考えるのルートでねなるべくこう持ち上げなくて済むルートはどこだっていう風に考えてこことこことここを通ればいいっていつもね考えてたあの横浜に住んでた時ねうんどこで降ろしてもらってどこ歩いたらえー、っとこう自分が持ち上げないで荷物をね運べるか自分の家までってすっごい考えた私はね大体いいね横浜に行った時はね横浜駅まではバスで そだからほとんど自分持ち上げることなくもうその時代からあれしてたけどでもさすがに今は実家で帰るでしょでまあまあ横浜に住んでた時もそうだったけど自分の部屋まで上げななきゃいけないわけけわよねね荷物を、ねうんうん、だからもうそういう時は最初に中のものを出して出せるものは出してでちょっと軽くしてから持ち上げる自分の部屋までっていうのね。うん あそうちょっとの段差であそう,ちょっとの段差でうん大丈夫だな慣れかなうんガツッって上げて気合で持ってくって感じだよね、うん、でも気をつけなきゃいけないのやっぱりぎっくり腰ねうんねそうだから持ち上げる時にやっぱりちょっと腰に気をつけて持ち上げないと、はい、小林秀子さん動画遅れて再生されてませんかそそううかかねな、うん、なのさすが 頭脳派私なら腰やっちゃういやもうマジでね本当持ち上げる時にねよくよく考えて腰やらないようにやんないと、うん、今はね、えっと、シャルル・ド・ゴールに行く時はほとんど持ち上げるっていうのはバスに乗る時と降りる時と,、えー、と電車に乗る時は引っ張っていっちゃうしまあそれぐらいですよほとんど、うん、あほとんどない。 うん、だって駅に今もうだってあれついてるしねあの私が乗り降りする駅には、えー、とエスカレーターついてるもん、うん、なので全然問題ないお母さんの旅行は80歳アップ枠なのでケア付きですごいサービスよしああそうだねサービスいいって言ってたもんね、うん、80歳アップだとケアがつくっていうことなのかなねねえ わかんないけどさ何歳アップでそれはね毛がつくのかどうかでもつけてくれるって優しいね今ね昔はそんなのなかったもんねだってねうん、うん、動画変なのあ動画変、うん、そう何うちうちのせいじゃないよね言っとくけどうちのせいじゃないと思うけど多分わ <laughs> かんないけどまあ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 こんな感じでやってまいりましたがはい皆さんえーとあれですか糸の目星はつきましたか、うん これ欲ししいってねねしつきましたか、ね、あ私の作品はこれは本当にもうなんか自分用にあんだけど使わなかったっていうものとあとちょろっと試作品とございますけれどもまあねあのこれからはちょっと皆さんにねお出しするかもってことを考えつつ作品あんでもいいかなっていう気になってます。はい、ね私の趣味もいいんですけれども、えっと、そういうことじゃなくてそのだから何つうの、えー みんなななに受けるよううってていう意味じゃなくてねそうじゃなくてこれはお出しするっていうつもりでこう作るっていうのもさまあありありじゃん自分で使おうと思ったらちょっといい加減に作ったりするじゃんねってここいいや自分が使うんだしみたいなさ、うん、だからそういうのがあるんでそうじゃなくて、まあ、みんなにお出しすること、ね、皆さんにこう出店して、ね、出品してでちょっと買ってもらおうかななんつうことを考えつつ作るっていうことになればほらまた余計丁寧に作るかなっていうね <laughs> そういうつもりで。 うん、作ろうかななみたいなね、うん、そしたらいろんなものをねうんと編めるし私が私は使わなくてでもこういうのもやってみたいとかこういう色も使ってみたいっていろいろあるんですよやっぱり私は使わないかもしれないけどこれ綺麗だなとかねあるんでねそういうのもねなんかや,やることできるんでねそうなるとだからちょっとやってみようかなとうん。うん 破産の予感。なんでや <laughs> 大丈夫だよ。そんな、そんな、ポチポチ、ポチポチ、そんな、全部が全部変えるわけじゃないと思うし。誰 <laughs> 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 もこうデムカラーで素敵で全部持ってき泥棒。何は持ってき泥棒って、こんな、んな泥棒位置みたいな渡しません。はい。 何だかか素敵すぎて分かりません最初の方の品物を忘れちゃったよ。もう一回アカ部で見て、えー、画面につばつけておこう。はい。というわけでよろしくお願いしますよ。はい。こんな感じで、あの、いろいろお持ち帰りして、いろいろ出してみようと思います。はい。今回はもうそれでほとんど、あのー、カバンの中埋まってしまうんじゃないかっていう感じではありますが、うん。まあ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 、まあまあまあ,まあ、まあ、それも、それでありでいいかなと思います。はい。というわけでございますけれども、よろしいですかね。今回はこんな感じで。ね。 あのー、日本に持って帰るものをちょっとお見せするっちゅう動画、動画じゃないや、えー、ライブをやりましたけれども、はい。で、えっ、ー、と、ですんで、まあ出発日がおよそ1週間後でございまして、はい。なので、来週、えっ、ー、と、今週何今週、今週、今日月曜日よね。だから、来週中にはもう日本ですわ。ね。来週中にはもう 日本になりますで、えー、となるべく早く準備してやりますけれどもメルカリっつうのがねどのぐらいの登録で時間かかるとかよくわかんないんですけどもまあ大して登録には時間かからないと思うんですが私もちょっと学習しなければいけないのでとりあえず、えー、とアカウントを作ってえっ、ー、とアカウントを作ったらえっ、ー、とまあ皆様にお教えしてねうんアカウント名で検索でできないの できないないよくわかんないけどまあ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 でそれであの出店ができるよっていう状況になったらちゃんとお知らせしますはいお知らせしてで、えー、っと出店してそれでえっとまあ何つうのかなその送るのが煩雑になるとあれなのであの小出ししてきますある程度うんあ,のある程度小出しをしていきますんでいっぺんにばとはやりませんねいっぺんに来ちゃっちゃう私わかんなくなっちゃうと嫌なんでなんせ初めてなんでなので あのー、とりあえず3030 30パックそしてこういったこっちのものもねあるんでえっ、ー、とそうだな、ね、いっぺんに出してもね多分5個とかそのぐらいずつになるんじゃないかなうん分かんないけどまあ何日かおきに出すっていう感じになると思うけども分かんないけどねうん自分のペースで、えー、とできそうなぐらいの,あの感じで出そうかなとね思いますんで。 デミコさんは全く知らない方も買えるんですよね。もちろんそうだと思います。はい、オープンなので。皆さん、あの、私のことを知らない人でも見つけた人は買えるっていう形になりますので、はい。ここにいる人たちだけの、あの、争奪じゃないかもしれないけど、でも私のこと、私のこと知らない人はね、はい、じゃない。そんなに別に買おうとは思わないんじゃないかなわ <laughs> かんないけどね。うん。うん。はい。 なので、そんな感じでちょっとやっていこうと思いますよ。はい。で、えっと、まあ、帰る、なんていうのかな、その、帰る日の、ギリギリまで、あの、やるってわけにもいかないので、だから短い期間でバッとやらなきゃいけないので、えっと、帰る前になったら、えっと、まあ、うう売れてないものはもう、取り消しっていうか、その、販売停止っていう形にして切りますんで、はい。なので、 あのギリギリになってからねこう発送のあれとかできませんのでその意き違いがあると、うん、ダメなんでなのである時点でもここで終了ですってかバツって切りますんではいはいなのでそこのところはねご了承くださいっていう形でね約弱なかね1か月弱の間でこれが全部売り切れるのかどうかっいう不安もございますがはい。 はい。頑張ります。はい。ソールドアウト覚悟でメルカリ頑張りやす。はい。私も、あの、頑張りますよ。はい。はい。で、ね、えっ、ー、と、価格設定はきっちり利益を取ってね、応援なんだからさ、あ、あそうですか。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、利益幅それほど取るつもりは、えっ、ー、と、ないんですけれども、えっ、ー、と、あの、その辺は自分で、えー、と考えて、はい。つけてますんで、損をしないようにつけるんで大丈夫です。はい。 はい、じゃあそんな感じでよろしいですかね今日はね、うん、皆さんお集まりいただきましてどうもありがとうございました、はい、完売するのでご安心ください、まあね、完売完売してほしいね,、うん、ねとにかくね、まあ、作品の方は別にいいですよ売れなくても、うん、売れなくてもいいんですけどあの毛糸の方は、ね、売れてほしいねやっぱりね、うん、あの頑張って買ったし えっと、頑張って詰めたしたしみいな <laughs> いやそれだけじゃないんですけど、まあ、皆さん使っていただいたらいいなと思って、ね、企画したのでなので是非携帯の方は皆さんよろしくお願いしますっていうことではい。 はじめまして。はい。ともさん、はじめまして、こんばんは。先ほど、コットン糸、一玉と、ベース糸で、モザイク編み、平編みはどのぐらいのサイズうーん、ちょっと待って。うーん、ちょっとパソコンが変なことになってるよ。はい。えっ、ー、と、どのぐらいのサイズの作品ができますでしょうかモザイク編み、平編みはどのぐらいのサイズ先ほど、のコットン糸、一玉と、ベース糸。はい、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、ちょうどいいのがありますんで、ちょっと持ってきますわ。そしたら。 えとライブで何度も出てくるやつですけど <laughs> こいつですねこのこのこれが大体1枚1枚編めるぐらい幅これだと 38cm 縦 30cm えー、となので 50g のコットン糸一玉とベースでこれは大体もう同じぐらいの量使ってると思うんですけど両方の糸だから百グラム？1 0 0 g でこのぐらい編める。 横が38センチで30センチぐらい。このぐらい。はい。このぐらい編めます。えーと、大丈夫、絶対大丈夫。お姉ちゃん、日本に、はい。メルカリで手数料も取りますよあ。あ、それは大丈夫です。それはし、うん、てます。大丈夫です。はい。この作品は出さないですかえ、出してほしいこれ。これ自分が作うように、使うようにあんなんだけど。<laughs> もうこれ出してもいいけどうんえ何あたい今それ編んでる 1m50cm のやつでっかいやつ編んでんだほう何度見てもため息がそうかねありがとうございますマノンさんイベント盛りだくさんな企画でえー、っと私も楽しみですはいありがとうございますはいそうこのぐらいそれ欲しいそれ欲しい言うとる <laughs> 言うとる どうしようかなまあ持ってってもまあいいけど、うん、まあ自分用に編んだんだけどまあ自分用にまた編めばいいかねまあ別に持ってってもいいんですけどはいこれいいよねこの色ねこれはねこれでうんこれは結構いい糸ですよこの糸もいい色ですはい大体だ,だから 100g でこのぐらい編めますはい中和揚げで裏がこうだからいいよねこれねこれモザイク まあまあこれからもいろいろこういうのまた編みますんで。はい。はい。ありがとうございます。じゃあそろそろよろしいかなもうだって2時間半、2時間半ぐらいになるんじゃないのうん。はい。色合いがかわいい。ね。色合い可かわいいよね。あっちね、だからね、この毛糸も今回買いたかったの。うん。この毛糸もちょっと買いたかったんだけど、今ね、どこのサイトも売り切れでないんですよ。で、お店行ってもこの色が、 えーっとこの前あったっけな,なかったの違い色のやつを買ってきたんだけど、えー、っとこの色がねまたねあんまりこの糸がもう売ってないねあんまり欲しかったんだけど、はいうん、なのでまあちょっと,、えー、っとこれ持ってくかちょっと分かんないけどまあ持ってったらまあ出しますよもちろんね。うん、はい、はいお疲れ様ととととうことで、はい、じゃあ,、えーっとあと えー、数分でおおお終わりにしますけれども「十ママさんかぎ針はやらないからどれも新鮮です」とかぎ針やらなかったでしたっけね棒針はよくやってま,やってますもんねうん。 はい、ライブ終わる前に皆さん「いいね」を忘れずに「いいねいいねいいねシーフさんありがとう」うん「ありがとういいねと」とそして、えー「登録してない人は、えー、っとチャンネル登録もよろしくね」みたいな <laughs> めったに言わないでも最近言うようにしようかなと思ってる「チャンネル登録,登録もよろしくね」みっていうね本当に、うん、ためには言ってみてもいいかなっていう話なんで「おうおおおはいありがとうございます」はい「ぽちっとなありがとうございます」はい はい。というわけで、じゃあ皆様、えっ、ー、と、今日も、えっ、ー、と、ライブの方、ご参加いただきまして、どうも。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。 えー、こんなわけで大量の荷物を持って日本にえっちらおちらえっ、ー、と約1週間後に帰ろうと思ってますのでえっ、ー、と日本に帰国の際にはえっ、ー、とそうねあのー、何オフ会に来てくださる方々今日いらっしゃってたかなねねちょっとおおえい行ってた今日 <laughs> ねっってたかもしれないんですけれどもえっ、ー、とよろしくお願いしますということではいそれ、はい、でいてあとはねあの日本の日本の方でまた、えっと、いろいろ、えっと、発信していきたいと思ってますので、えー、それでよろしくお願いいたします。 しますということで、はい、では、えっ、ー、と、ね、そろそろ終わりにしようかな。うん、はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さん、本当にありがとうございました。はい、じゃあ、えっ、ー、と、もう少しで帰りますよということで、はい、じゃあね、みんな、あんまり、なんな何夜更かしすると、お肌に悪いから、ねねだから、早く寝てくださいね、はい。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。ということで、じゃあ、今日は、これで終わりにしたいと思います。では、また。さよなら。 こっちでやった方がいいんだよね。多分さよならはい。気をつけて帰ります。皆さんありがとうございます。めでちゃんまたね。はいはいはい。お不快な話もね、やりますよ。はい。えっ、ー、と、飛行機の中でのね、撮影ができたら、もちろんやりますんでね。はい。じゃあね、じゃあね、じゃあね。はい。じゃあ、皆様、さようなら、切ります。バイバイ。